今日はね、多分お金についてとか仕事の価値観とかなんかいろいろ語っていけたらなと思ってますよ。マイ哲学をね、いろいろ考える子なんで、僕は。横ちゃんはどっち？楽しんでて。いろいろ考えて、いろいろみんなでああでもない、こうでもないって、こうシェアしていきたいなと思ってます。自分の価値観とかをね。最近ね、おかげさまでね、YouTube のチャンネル登録がすごい増えていて、目標の1000人に達成するまでもう少しになってます。ありがとう、応援してくれてた人。だんだん一個ずつ一個ずつ、こう夢を叶えることが皆さんのおかげでできてます。ほんと、皆さんのおかげです。哲学っていうか、まあ自分の考え方だよね。自分らしく生きるかどうかっていうのはすごい考えてて、自分にしかできない人生だと思ってるんですよ。自分の人生は。だからすごい考える方ですね。自分の人生、自分にしかできないことは何なんだろうか。自分は何のために生まれてきたんだろうかっていうのはすごいよく考える方です。みぎ姫はどっち？楽しんでいってください。哲学を持ってない人間っていないんですよ。みんなそれぞれ哲学者なのね。哲学って生きることだから、生きることは何なのかっていうことを考えることだから、みんなが哲学者だと俺は思ってる。自分らしく生きるっていうのはどういうことなんだろう。最近ドラム叩いてないんだけど、レクチ君が作曲してくれた曲があるのね。で、それをね、PV にしようっていうことで、今、撮影をする予定ですね。人生って奥深い。ドラマのない人生なんてないんだよ、実は。実はみんなそれぞれね、悩んで苦しんでいろんな生き方をしてるんだよ。本当に。人生は奥深い。よく言われてるのが、俺、小説家の人とバーで飲んだことがあるのね。で、小説家の人に言われたのは、どんな人でもベストセラー小説を書くことができる。どんなにつまらない人生を送ってる人でも、実はベストセラー小説って書けるんだよって。ただ、絶対に人には言いたくないこと、家族が全員いなくなること、友達が全員いなくなるような言えない話っていうのがあるだろうって。それを惜しげもなく書けるやつ、全てを失ってもいいっていう覚悟があるやつがベストセラー作家になるやつだっていう発言をしてて、俺それ配信と全く一緒だって思ったの。配信で売れるってどういうことかって言ったら、それをネタにできるやつじゃん。プロ配信者と全く同じ世界なんだ、作家ってっていうふうに俺は感じた。そう。1億円手にして自分の本が売れまくるけど、自分の周りから友達とかを全部失う。その覚悟があるやつがベストセラー作家になれるやつだ。すごいよね。なんか配信に通ずる部分っていうのがすごくあって。俺はね、そこからね、全部自分の人生はネタにしようって。配信が好きだから、配信でどんどん上に行きたいから、俺はそういう人間になろうって決めちゃったね。3位、何が3位だろう？ケンさんいらっしゃい。何が3位なの？俺。なんか3位になった。嘘。何が3位になったの？何にも来てないけど俺。何が3位なんだろう？ケンさんいらっしゃい。何が3位なの？俺。未だによく状況が分かってないんだけど。ペイの人気投票？あー、わかんないわ。3位なんだ。ありがとうございます。ゴンゾいらっしゃい。 ペイがなんか企画やってんのかな。なんかで3位だったんだ。何が3位だったのか気になるけどね。どうせあれでしょ、嫌われてる人ランキングとかでしょ。
違うかな。絶対そうだと思うんだけど。この人嫌いな生主ランキング3位とかでしょ。大体わかる。びっくりしたよ。デイリーランキング3位とかだったのかと思った。なんか俺はよくいつも言ってるんだけど、叶わない夢はないと思ってるの。叶わない夢なんか存在しなくて、夢は逃げないんだよね。夢はね、夢はね、自分が逃げちゃうだけなんだよ。夢を叶える人と叶えない人の差って、諦めるか諦めないかだと思ってて、それは実はすごく大事なことなんだよね。俺は夢を叶える側の人になりたいって子供の頃からずっと思ってた。夢を叶えられなくて逃げて、そこから逃げて、でずっとそれを負い目に感じて、子供に夢なんて見るなっていう大人にはなりたくないっていう。俺は夢は叶うよって、一生懸命やったら必ず叶うよって子供たちに言える大人になろうと思ってずっと生きてきました。結構でも戦いだけどね、夢を諦めてる人の方が多いわけですよ、世の中は。それをね、達成できるかどうかっていうのはすごい難しい。やっぱり諦めたらダメなんだよね。あれが言ってたじゃん、安西先生が言ってて、諦めたらそこで試合終了ですよって、ほんとそうだと思うよ。諦めたら終わりだよ。で、諦めるのをやめないバカがね、俺は好きだよ。あれ、携帯電話どこだろう。今ピコン、あ、俺の結構ケット、あれ、あ、こっちか、あったあった。誰も人の夢を笑うことなんかできないし、誰もね、人の夢をね、未来、予言者じゃないんだから人の未来を測ることなんかできないんだよ。だ、自分の未来をね、切り開くのは自分なんだよね。いつ何時の時代も。捨て子の勝つのは夢じゃなかったんですね。諦めて負けたんですかね。そもそも練習してなかったもんですね。多分練習一番やってたのは俺だと思うけど、俺は全然諦めてなかったよ、全然やる気満々だったよ。多分俺の放送見たことない人なんじゃないかな。どんちゃんいらっしゃい。独身貴族でバンドを続けたかった俺の夢は子供が4人できて諦めた。子供がね、できた時は夢を唯一託していいっていうか、諦めていい時は自分の子供ができた時だと思うけど、自分の夢をかけて次の世代にバトンタッチしないといけないわけだ。俺はそういうことだと思ってるよ。だから、その親父になるとか母親になるっていうことは、自分のことを捨ててバトンタッチする番だと俺は思ってるけど、だからまあ俺は親父にはなれなかったんだろうな。それはそれでかっこいい生き方だと俺は思ってるよ。子供ができたら、その子供の夢を叶えるために生きるのが父親でしょ。俺にはその生き方できなかったけど。こんばんは、キキさん。こんばんは。ココロン、こんばんは。まあでも、何もかも決めるのは自分だからね。自分が納得できてたら、それでいいんだよ。自分が悔いのない生き方をする。人生一回だから。パンツー、こんばんは。はい、ワタツー。たった一回しかない人生をさ、自分のね、実りのあるように生きれるかどうかだと俺は思ってるから。そう、後悔はしたくないんだよね。あの時ああすればよかったっていうのはさ、もういらない、俺の人生には。
あの時ああすればよかったって思うことは一個もないようにしようと思って毎日生きてるかな。はい、ワード2。お、ドローン久しぶり。黒バス推しさん、ワード2。捨て頃の時から和道さん気になりだして見てます。あ、そうなんだ。ありがとう。ありがとう。まあ、捨て頃のおかげで、なんか評価が変わったっていうか、なんか新しい見方をしてくれるリスナーさんがすごい増えたんですよ。あ、意外とこういうやつだったんだとか、思ってた感じの人じゃなかったわとか、いろんな意見があって、すごく嬉しいですね。ラスプーチンは和道の枠で FM 感も半端ないけど、いい機材使ってるの。多分音のことを指してるんだと思うけど、おやすみ、音はこれですね。俺もともと PA って言って、ライブハウス経営してて PA だったんですよ。まあ、バンドやってたらわかると思うけど。みよこさん、初見さん、よろしく。もしよかったらフォローしてってください。これを押すと、エフェクター、ボイスエフェクターかかって、あんたたち行くわよ、ケビン。で、このうなちゃんマンの声になるボタンとか、で、ここのつまみを上げると、まあ、パソコンの中で流れてる音っていうのがでかくなったり、まあ、極端な話、これを切ると小さくなったりっていう、まあ、ステレオミキサーってやつなんです。ミキサー使ってますね。本当はね、これ、オーディオインターフェースなんだけど、オーディオインターフェース付き、ステレオミキサーっていうのが正しい言い方かな。機材はこれ1万いくらだろう。1万6000円かな。楽器何か弾けるの？楽器はね、最近なんか弾き語りをやりたい。10年後とかに配信中にこう弾き語りができる大人になりたいなと思って、こういう、なんだろう、俺もともとドラマーなんだけど、まあ、今勉強中ですね、ギターは。聞こえた？ギターの音。今ギターを練習中ですね。1万6000円だから、まあ音にこだわる人とか、まあ配信でお金に余裕のある人は結構いいと思うよ。私もスケッテゴロきっかけに和道さんの配信見てます。あ、ありがとう、出てよかったね。もともとは俺はドラマーですね。ドラム、ドラムをやってました。で、もともとね、小学6年生、小学4年生だ。小4からずっとバンド行ってて、小2ぐらいからライブハウス出入りしてて、音楽でね、飯食うのが夢だったの。で、19歳の時にはもうライブハウスやってたね。つっちー、こんばんは。楽しんでてください。みゆこさん、フォローありがとう。よろしくです。でも、まあ、もう全然音楽聴かなくなっちゃったけどね、配信ばっかりやってて。くるくるすごい。映像と音声見えてる人手挙げて。くるくるしてない？どう？多分ね、俺の問題じゃないと思うんだけど。捨て頃出てよかったね。みんな見えてたら手挙げて。捨て頃すごいよかったよ、出て。見えてたら見えてるって書いてください。寒くて起きたら和藤さんやってた。こんばんは。いちごさん、こんばんは。見えてる？大丈夫よ。大丈夫そうだね。もしあれだったらブラウザバックしてみてください。くるくるしてない。ありがとう。なんか背景に書かれてる音のチョイスがいいのが納得。ああ、結構その音楽とかすごい好きですね。ありがとう、心さん。見えてる？ああ、よかったよかった。ちゃちゃまるね、なんかくるくるは俺の問題じゃなくて、そっち側のね、電波の問題だと思うから、入り直してみてください。もしくは画質を下げてみるとか、いろいろ試してみて。くるくるして、ステッキくるくるしたことかな。どういうことなんだろう。くるくるすごい。あ、そういうことか。そういうことか。ごめん、俺のアスペが出たね。なんだ、電波がくるくるしてると思ったわ。くるくるすごいって、これのことを言ったのか。俺がアスペだからさ。そう、こういう、読み間違いっていうか、ニュアンスの間違いよくあるから、ごめんね。これのことを言ったのか、くるくるって。俺、PTPT のことだと思った。要はサーバーが重たいって意味だと思ったわ。ごめんごめん、ちゃちゃまる。そう、スティック回しってやつね。
これができるから何なんだって話だけど。みったんこんばんは。そうそう。こうやって、スティック回す。ドラマーだったらできるよ。アース醤油は伸びると思った。初見でなんだこのスーパールーキーはと思って。うん、酢醤油は押していきたいかな。ちょっと様子見るよ。彼は。うん、あと、こういう回し方もあるね。おねしょさんいらっしゃい。こんばんは。うん、あ、すごいっていうかそんなにすごくないよ。これはね、練習したら誰でもできて、指にこうひっくり返してひっくり返してひっくり返して、今度上に上げてくってだけ。 1,2,3,4,5 とこう簡単な技術な。横から見るとこうやってやってるだけ、これを早くやるとこうくるりんぱってこう回る、縦に回るんだよ。そんな難しくないよ。もともとドラマーだね。で、今楽器何ができるのって言われたから、まあギター練習中ですっていうことね。え、面白いよね。面白い配信者が増えてきていいよ。ドラムはね、面白いよ、やっぱり。ただね、ピンで叩いてても面白くないんだよね。俺のドラム聞きたい？ちょっと待って。うん。俺のドラムあるかな？ちょっと待ってね。多分残ってると思うから。聞きたい？俺下手だよ、でも。俺ね、あの、パンクバンドだったし、ドラムの腕はすごい下手なのよ。だから、あの、恥ずかしいんだけど、ちょっと待って。下手でも叩かないでね。そうそう、ドラム配信はたまにやるんだけど、最近もう3ヶ月以上、捨て頃始まってから1回も行ってないかな。ちょっと待って。下手したら今年入ってから1回も行ってないかもしんない。今タイムシフト探してみるから待ってて。ドラム配信か、いつぐらいだろうな。レクチといった、あった。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よっこいしょ。ね。これかな。ちょっと待って、ね、今起動する。ちょっとキャプチャー用に調整をするから、これくらいかな。よいしょ、グイッとな。 OK ですか？ OK ですか？見えてる。下手だけどよろしくね。こんな感じだね。
あんまりうまくない。限界ばあさんいらっしゃい。いや、これは慣れだよ。慣れ慣れ。慣れですね。眠くないね。どうもどうも、こんばんは。まあ、こんな感じですかね。うん、こんな感じです、はい。ただいま。まあ、下手です。見てご覧の通り下手です、僕は。まあ、こんな感じでね、たまに仲間うちとスタジオ入ったりしてる。昔の方がうまかったっていうか、センスがないね、俺に。俺にセンスがないね。リズム感がない。それはね、自分で叩いてて分かるんだよね。あのね、ドラマってやっぱ運動神経なんだよ。きなこさんこんばんは。運動神経がない。自分に。あと練習嫌いだったかな。バリバリパンクですね。パンク好きだからね。きなこさんこんばんは。パンクは勢いだしね。なんかね、パンクはいいよ。音楽じゃないっていうか、そこがいい。音楽じゃないんだよ、パンクって。生き方なんだよ。音楽下手なやつが集まるっていう。音楽の才能のないやつがやるから面白い。いや、全然すごくないよ。下手だよ。うん、でもまあ、好きだけどね。なんか、でっかい音出すと気持ちいいから。技術うんぬんじゃないよね、パンクはね。なんでもできるっていうか、昔から言われるのは器用貧乏って言われてて。なんか、すぐね、物覚え早いんだけど、なんでもかじるんだけど、なんか極めることができないんだよね。すぐ飽きちゃう。なんでも手出して、何にも極めらんない。それこそね、人生で3年以上続いたのはドラムとバンド系の活動と、あと配信が一番長いかな。配信4年やってるし、あとネットワークビジネスとか会社経営とかが一番長かった。飽きなかったのはこの3つぐらい。会社経営と音楽と、あと配信ですね。そう、指すごい長いんだよ。そう、だから女の子がね、指フェチの女の子とかはね、すごい、あの、手がね、いい。指が長いってよく言われる。お、田中さんこんばんは。久しぶりじゃない？楽しんでて。ドラムもキックボクシングも下手くそなのに、器用貧乏？え、器用貧乏じゃない？どんちゃん、器用貧乏っていう言葉を知ってる？器用貧乏で合ってると思うよ。
多分あのどんちゃんは器用貧乏という言葉の意味が分かってないのかもしれない。アンさんこんばんは、楽しんでてください。今日はまったり配信してます。配信って何なんですか？配信っていうのはこのニコニコ生放送とか YouTube ライブとか LINE ライブとかふわっちとかツイキャスとか、要はその映像と音声をサーバーに載せて皆さんに公開することを配信、インターネットテレビのことを配信って言うんですよ、うん、男だけど和道の声は聞いてて落ち着く。なんだろうね、よく言われるんだよね、声がいいって。キックボクシングって言ってもね、ちゃんと習ってないからね、うん、はい、子はリスワン取れなかったか。今回リスワン心ちゃんが取ったのかな。まあそりゃそうだよな、こんな簡単に取らせてくんねえよな。ビギナーズで取ればいいのに。グノコッチおはよう、うん、仙台はこの前までいたよ、きなこさん。仙台結構長くいた、4日、1週間ぐらいいたかな。俺旅配信者だから仙台結構泊まってたよ。仙台から帰ってきたの捨て頃で。アライファームさんいらっしゃい、こんばんは。仙台駅でリアトツマチもやったし、イケボカテゴリーは無理だよ滑舌悪いもん。なんか画像用意してやろうかな、イケボでアダルトボイスR18 稼げるかな。会いたかった。あ、全然旅やるから全然会いに来てほしいですね。リアトツ僕は治った、戻った、声戻ったよかった、声聞こえる、みんな再起動しそうになったけど、あ、よかったよかった、うん、あ、ぜひぜひ仙台ウェルカムです。声戻った、声今外れちゃったOK 戻った、あ、よかったよかった。今配線ブチってやっちゃってパソコンにバグが起こってた。聞こえる、よかった。いや全然会いに来て、リアトツ1万人の旅やってるから寝れそうな声復活した、よかったよかった。ごめんごめん、あのバックミュージックも聞こえてるかな、大丈夫。そうそうそう、俺が今あの配線いじっちゃって、うん、埼玉は、埼玉だったら東京に来てくれたらいつでも会えるじゃん。うん、おい、ワダツー、マッシュポテトいらっしゃい。次も仙台は行ったからもうだいぶ遠いだろうね、だいぶ先だと思う。梅雨終わるまでは旅、いやそれがね、いつも話してるんだけど、捨て頃終わってからコラボの話が順調だったりとか、仕事の依頼がすごい来てて、AV の監督やりませんかとか、FC2 の公式とかアベマ TV に出ませんかっていうのがすごい来てるから、だから
あ、大阪来たら、突行きます。実はね、香川さんのお店で一日店長をやるんで、大阪多分来月にはいる、7月にはいると思うんで、香川さんのお店に飲みに来てくれると嬉しいっすね。どう？具のこっちょ。香川さんのお店、ゲルゲさんとか香川さんもいるし、俺一日店長で、カウンターに立つから、その時リヤドツどう？大阪の予定はそんな感じかな。そう、仕事が立て込んでて、で、まあ、リスナーさんと相談したんだけど、別に旅は無理してやらなくていいんじゃんみたいな。今乗ってる時に、できることを優先してやった方がいいよって言ってくれてて。あ、じゃあそうするわ、つって。別にね、自分の企画だったら、やることなくなったらやればいいわけだから。俺としてはやりたいんだけどね、旅配信。でもコラボとかってタイミングだからさ、そういうのが一旦整理ついてからにするよ。で、もう今月末には沖縄にいるしさ、俺は。所沢ってどこだっけ？所沢ってどこだ？そう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 。旬な時じゃないとコラボの依頼って来ないからさ。旅はいつでもできるけど、コラボはいつでもできないでしょ。相手のスケジュールとかあるから。で、本来はさ、有名になるためのさ、旅配信の企画だったから。だから本末転倒にならないように気をつけないとなぁとは常に思ってるから。自分の目的、最終目的に沿った行動をしないといけないと思ってるから。こうやくんってどういう人？まあ、まんま。放送で見たまんま。最初頃おとなしかったけどね、こうや。なんか、気違いキャラにどん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 なっていったっていうか。ただのシャイな、なんか、リヤドつきた少年って感じだったけど。俺が一番最初に会ったの。多分、有名配信者で一番最初に会ったの俺なんじゃないかな。旅は勢いっていうか、本当は旅人がライフワークにしたかったんだけどね。なかなか忙しくて、家にいた方が効率が良くなっちゃってるから。俺自身も戸惑ってんだよね。あ、まあ、女の人は荒野のこと可愛いって見えるのは分かるかもしれない。ウーパールーパーみたいな顔してるけどね。こうや最近モテるんだよね。なんでか知んないけど。こうやがモテるってすげえよな。あいつ、インターネットで有名じゃなかったら絶対モテないもんね。クックパッド2さんいらっしゃい。素敵なんですかね。いや、配信者って有名になるとモテるんだよ。なんでか知んないけど。結構みんな女に困ってないよ。大手配信者って。可愛い女の子連れてるよ。びっくりするぐらい可愛い女の子連れてたりとか。有名になればなるほどモテるっていうイメージかな。俺は年上の人とかメンヘラの人にモテるかな、すごく。コラボ NG とか基本的に、裁判でダメっていうか、もうお互いもう会わない、名前も出さないっていうのは1人。で、個人的に NG が3人いるかな、俺は。個人的な NG3 人いる。それぞれあるよ。
もうこの人とは関わらないって決めてる人はいる。いや、金梅さんに巻き込まれてるんじゃなくて、金梅さんに可愛がられてるって言った方がいいよ。荒野は金梅さんで有名になった人だから、ヒカルくんと。あ、そうだよ。野田総理も森よっさんもすげえモテるよ。俺はモテ期っていうか、なんだろう。前々から、まあそこそこ。メンヘラやばい。そう。あ、ガチで嫌いな人いますね。でも基本的には来るもん拒まないかな。新規の人は。そうじゃなくて、関わった中でこの人嫌だって思った人はもう関わんない。それ人間だもん、いるでしょ。売れない芸人も可愛い彼女がいるパターンが多いらしい。喋り上手いのはモテるよ。なんかね、お金持ってればモテるっていうのは嘘で、女の子って楽しめる男とだったら金なくてもモテるんだよ。ただまあ、お金のすごいところは、楽しいことがいっぱいできるじゃん。お金があれば。だから、喋りが上手かったら貧乏でもモテるんだよ。あ、全然、俺は基本的にはウェルカム。誰とでも仲良くなりたいって思ってる。俺モテるかな？どうだろう？無理なやつはいるけど、会いに口出さない方がいい。俺は絶対出さないね、自分から。っていうかもう、名前がコメント欄にあったら NG 速攻ブロックで入れてるもん。そうそう、女の子は楽しいかどうかなんだよ、一緒にいて。お金あればあるほどいいよね。腐るもんじゃないし。でもモテるやつは別に金なくてもモテるっていう印象だけどな。なんか俺のイメージだ、仕事ができるやつはモテるっていうふうに思う、うん、できる男はモテる。お金持ってるからとかじゃないんだよね。なんかできるオーラが好きなんだよ、多分女の人は。仕事ができるかどうかとか敏感に察知する能力がすごいある。女の人、どうなんだろうね。アクセサリーの一部わかんないけど、なんか女の人はなんかトレンドを追っかけるイメージだ。人気が出るとバーって好きになるけど、次次次っていくイメージ。男の人は根強いファンが多いっていうイメージ。よく俺が気にしてるのは、コメント欄が女の人だらけになるときは、自分が旬なんだなって思うようにしてる。あ、今俺人気あるんだなっていうか、配信会で旬なんだなって。で、男のファンが多いっていうのは、あ、根強いファンがこれだけいるんだなって。そういうふうに思うかな。仕事力とトーク力。まあ女の人はね、仕事できる男好きだよね。俺はそれすごいわかるよ。やっぱ稼ぐ力があるっていうのは男として魅力あるでしょ。昔で言うとこの狩りが上手な男だから。そうそう、バロメーターにしてるね。だって女の人で和道好き和道好きって言ってるけど、人気がなくなるとほとんどの人がいなくなる。ただまあ30代中盤ぐらいの人はもうおっさん化してるから、なんて言うんだろう、離れないよね。若い女の子はキャッキャキャッキャしてる黄色い感じのはすぐいなくなるってイメージ。廃れるの早いと思う。だから俺はどちらかっていう男性とかおばさんをメインにターゲットにしてる。あんまりトレンドに流されないようにっていうか、根強いファンを作っていきたいから。だから年上の女性とかそういう人を大切にするようにしてるかな。
一回好きになったら離れない客層、根強いファンっていうのを作っていかないとなと思って。やっぱ息が長く配信やりたいから、長くやっていきたい配信を。おー、ミポリンいらっしゃい、こんばんは。楽しんでってね、ミポリン。ミポリンはいつきっかけで俺のことを知ったのかな。最近コメント打ってくれるイメージだけど、このサムネイル見たことない。こんばんは。男性のファン、まあバンドとかもそうだけど、女の人ってね、コロコロ変わるよね。俺仕事できないからモテないわ。あ、きなこさん応援ありがとう。これからも末永くよろしく。あ、捨て頃からだ。まあ最近だね。ありがとう。出会えて嬉しいです。で、この負けたんだけどね、もっと叩かれるかと思ったらね、全然叩く人少なくて、よく頑張ったなって褒めてもらえるからびっくりしてるよ。トライしてよかったなと思って。やっぱ頑張ってる人を叩くっていうのはできないんだよね、人間。頑張ったり勇気出すってことは大事だよね。仕事ができないっていうか、一生懸命やってるかどうかじゃん。一生懸命前のめりにやってると、仕事なんて絶対誰でもできるようになるの。やりがいを持ってガーって攻めてれば。俺だから学歴はないけど、アルバイトから正社員にならないかって言われた人生で5回ぐらいあるもんね。実際正社員になったの2パターンだけだけど、バイトから。アルバイトも本気になったら正社員になれる。つみきちゃんいらっしゃい。お疲れ様です。どんな人でも、やっぱ本気でやるかどうかだよ。本気でやるか手を抜いてやるかで人生だいぶ変わると思ってる。で、本気の人間は強いよ、やっぱり。夢中で何かを追いかけてるところは。そう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 、自分のためにもなるしね。人のためとか見栄を張るとかそういうことじゃなくて、本気を出すっていうのは自分のためにいいよ、心が。うん、キラキラしてるよね、輝いてるよね。弱くてもいいんだよ、結果が出なくてもいいんだよ。一生懸命やるのが大事なんだよ。学歴はだって、なんだろう、名刺代わりになるっていうかさ、自己紹介をするときにさ、頭がいいか悪いかを判断する材料になるから。あと、その学校を卒業したっていうことは、真面目に働きますとか、真面目に学校に通ってたっていう保証になるんだよ。だからサラリーマンをやる上でね、やっぱ学歴ってすごい大事だと思うよ。要は部下に欲しい人っていうのは、仕事をサボらないとか優秀な人間であるっていうことが最低条件だから。だからその分、俺はその現場で結果を出さないといけないから、学歴がないってことは。でもまあ自営業は向いてるかなと思うけどね、自分で。自分が社長だからさ。そう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 、キラキラしてる職場いいよね。学歴ってここまでの努力とか分かるから大事だと。学歴大事だよね。俺も日本で働く上では学歴すごい大事だと思うよ。できれば俺も高校と大学、特に大学行きたかったね。俺も40歳になって金がもし貯まったりとか余裕が出てきたら大学通おうと思ってる。スタートラインっていうか、まあ実績だよね。金太郎さんお疲れ様です。1億円稼ぐのって何年かかるんだべな、仕事中だからすまん。俺はね、年1年間で億を稼ぎたいのね。年収1億円って意味、億万長者。トータル1億じゃなくて、1年間で稼ぐのが1億円っていうのまで持っていきたい、俺は。オリンピックで仕事頑張ってください、金太郎さん。オリンピックでメダル取るような選手も誰にも文句のつけようがないから、 CM 起用されたりです。コンプレックスさんいらっしゃい。なんか結構笑われるんだよ。なんかなんでかわかんないけど、配信で1億って無理だよって言われるんだけど、なんで無理って言い切れるんだろうって、すごい不思議になるんだよね。この人占い師なのかなみたいな。なんで人の未来を予言できるんだろうって、すごい不思議になる。
余裕なんだけどな、頑張ってやってれば余裕なんだけど、学歴でできないこともある、まあ社会に出たらもう現場に立ったら学歴は関係ないと思ってるけどな俺は。分かりやすい成果みたいなものは学歴、まあ学歴ある人っていうのはそう成果は出しやすいとは思うけど、うん、心がけは何ですか、生きることのですか、配信のですか、心がけてることいっぱいありますよ。例えばその今日が最後の日だと思って毎日生きるっていうことと、今日が俺の人生最後の日って毎日決めて、でやり残しがないか、今やるべきことは正しいことかっていうのを毎日考えてる。あと常に言い聞かせてる言葉は、ミポリンありがとう、ふーす、はぁ、花火二つありがとう、思いやりが大好き、正直なところも好き、潜りますね、ありがとう、潜ってありがとう。葉隠れかどうかはわかんないけど、これもすごい気にしてて、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやる。 YouTube 含めてとかね、配信に携わる全てのモードで年収1億、要は俺がやるお店とかはカウントに入れないで、配信のコンテンツに付随するもの全部含めて1億、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやる。逆に言ったらこれ以外のことはやらないって決めてます僕は。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる、これ以外はやらない、これは徹底してやってる。1年間、そうだね、年収1億ですね、年収1億、年商じゃなくて年収。若菜さんこんばんは、お久しぶり、楽しんでってね。だから配信のアーカイブ YouTube も含めて だと思っていいですね。レジェンドと言われる某配信者があの有様だから1億は無理っていう理論だから、なんかね、その俺は石川のりゆきとかうなちゃんマンとかみどりさんとかと比べて配信をやってないんだよ。だけどリスナーさんは誰かと比べるのがすごい好きで、俺は別にライバル視したこと一回もないの、他の配信者をしてる時期もあって、ライバルしてたのはワンワン、レイチェル、サノッチ、川崎洋平、メモレイとか、このあたりは意識してた時期はあるんだけど、今全然してないのね。誰もライバルしてなくて。だけどなんか比べられるんだよね。グッズは脳幹じゃない。グッズは脳幹ではないじゃん。だって俺の配信、和道っていう配信者が売ってるものだから。脳幹じゃないよ。トータルトータル。ドロー。逆逆。FX で稼ぎたいわけじゃないんですよ。あのサスクイードさんかな、サクスイードさんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてください。運意はこつ、配信が好きだからこそ配信で稼ぎたいの。なんかやりたくないことで金を1円も稼ぎたくないの。なんでかっていうと、やりたくないことをやった時点で俺の負けなんだよね。金が欲しくて何かをやるんだったらアルバイトやった方がいいと思ってるから。だから FX やりたいと思ってやるんだったらいいけど、俺は配信で多く稼ぎたいんですよ。金を追っかけてるわけじゃなくて、配信での結果が欲しいって感じ。ちょっとね、ここがね、なかなか誤解されやすいんだけどね。ライバルがいなくなったっていうか、なんて言うんだろう。誰かと比べても意味がないと思い始めたかな。やりたいことだけやるっていうのは正解。なんかね、やりたくないことをやってお金稼ぐっていうのは奴隷になることだと思ってて。だったらこの仕事を選んだ意味がないなと思って。そうそうそう。例えば、俺が何かブランドを立ち上げて T シャツを売る、和道っていう名前を捨ててやるんだったら、それは脳幹なんだけど、あくまでその和道っていうネームバリューがあるから1000円で売れるわけだ。シールが。だから、俺のグッズは、その1億円にカウント。うん。もう負けてること、全然、何が負けてると思うの、全然普通に言ってくれていいよ。俺は自分でどうなんだろう。あんまり勝ち負けにはこだわりがないけど、これが1000円で売れないじゃん。俺の名前と顔が入ってないと。でしょ？だから、これは俺の、なんつうの、付随する商品っていうか、俺じゃないとできないことだって思ってる。これ配信活動の一部だよ、これは。俺にとってはね。なんかやりたくないことをやる大人になりたくないっていうのは子供の頃から思ってて、それってだって人生の無駄じゃん。
俺はいつも言うんだけど、遊びながら稼ぐって決めてるから、普通遊ぶのって金かかるわけじゃん。だからやりたくない仕事をやって、あの趣味とかに没頭するんだと思うけど、俺は遊んでるだけで金が入る人生になろうって決めたんだよね。バーが配信を回してたらなるだろうけど、でも俺はそのバーの売り上げは多分カウントしないっていうか、別事業でやるかもしれないな。10年以内かな。今からだから42歳までに配信で1億稼ごうと思ってる。配信のネタ？要は俺が放送に使ったものは全部ネタだから。まあ、それは1億って思ってもらっていいよ。なんかね、お金が欲しいわけじゃなくてね、もう圧倒的な結果が欲しいんだよね。わかりやすいっていうか、あ、俺は配信で1億稼ぎましたよって。そういう、なんつうの、自分に対するご褒美っていうのかな。自信を持って人様に名乗れるものが欲しくて、わかりやすいのがお金かなと思って。俺が本当に欲しいのは実績なのね。結果が欲しいの。で、世の中で一番わかりやすい、誰にでもわかる結果っていうのは、俺は金だと思ってるから。だから、金稼いで何かやりたいっていうわけじゃないのね。とりあえず分かりやすく結果出しちゃおうかなと思って。あ、野田通り来たね。ウェルカム、ウェルカム。ゆで卵さんいらっしゃい。これは野田通り来たのは嬉しいけど。そりゃそうでしょ。あんだけ閲覧持ってて、あんだけ面白いことやってんのに全然稼げないんだもん。ニコ生。だったらこっち来た方がいいよ。面白いことやったら面白いなりの対価が得られるところの方が活動しやすくなるわけじゃん。モデルケースがあってもなくてもあんま関係ないかな。俺は、俺がやりたいと思ったことしかやらないから。アイコンに抜かれてる時点でもう結果出てるやんって、シャンマン言うてた。なんだろう。俺はね、なんか閲覧で勝ってる負けてるっていうのは、あの負け惜しみじゃなくてすごい古い考え方で、今旬なのは認めるの。アイコが面白いし、トレンドなのは本当に分かってるんだけど、じゃあアイコが配信者としていいポジションにいるかって言ったら、金梅さんとヒカルくんにいじられてるからだと思ってるのね。ピンで面白い配信できてるかって言ったら、キャラが面白くておもちゃにされてるだけだから、だからファンがいるとはとても思えないのよ。今現時点のアイコは。だからあんまりライバル視はしてないかな。配信業の内訳に不労所得は含みますか？不労所得を持ってないからわからない。昔持ってたけど、配信業は配信業。配信業は配信業だ。だから、ファンがいるのと閲覧が多いのは別で、俺は今ファンを作りたいと思っていて、ファンを作るためだけに活動してて。で、アイコは閲覧は確かに多いけど、閲覧が増えるのは炎上してるだけだから、フォロワーが少ないんだよ。だからあんま羨ましくない。俺はテルチャンピン今ちょっと羨ましいかな。テルチャンピンいいなって思ってるよ。羨ましいとか負けてるなって思うのはテルだね。人を観察するの結構昔から好きなんですよ。坊さんありがとう。もしよかったらフォローしてね。YouTuber 不労所得じゃないよ。全然労働収入だよ。動画編集が入ってんだもん。っていうかね、俺世の中に不労所得なんかないと思うよ。みんなそれぞれ頭使ってるし、経験とかノウハウとか知識とかを総動員し、一生懸命稼いでんの。で、億万長者ってみんなそれぞれすごい苦労してるんだよ。宝くじが当たった 97% の人って3年後みんなゼロかマイナスになってるんだよ。で、たった 3% が維持できてると思ったら大間違いで、たった 3% の人は増やしてるんだよ。で、97% はなくすか借金を負ってるのね。だから世の中の仕組みと全く変わらないと思ってる。佐野は和道に厳しいよな。まあ、全然俺は師匠だと思ってるから。自分を観察するのめちゃめちゃ苦手、俺。自分は観察対象にできないんだよね。僕、経営者やってました、昔。23歳の、19歳の頃には起業していて、
個人事業で。23歳の時には会社やってましたね。ただ向いてなかったですね、僕は。アフィリエイトはだって記事とか書いたりしてるじゃん。労働所得じゃん。俺は不労所得手に入れたことあるけど、全然労働所得だと思うよ。うん。でもまあ、経営者は向いてなかったっすね。すごい人、上場企業を作った人とかから経営を教わってたんだけど、まるで才能がないと思った。俺は、孫正義さんの先輩から経営を教わってたのね。あと、HIS の沢田さんと一緒に会社やってるような人。要はもう、なんつうんだろう、上場企業2個3個って人生で作ってるような人とか、あと、3年間で30億作る人とか。だからそういう人と一緒にいたら、もうなんか、あ、向いてねえわって思った。うん、そう、ぶっ飛んだ金持ちですね。個人資産200億とか、そういう世界の人。もう住んでる世界が違うと思ったよ。うん、桁が違う、全然。だってもう、あれだもん、財閥とかそういうレベルの。うん、ダメダメ、向いてない。本当に頭がいい人じゃないと経営はできない。俺は頭良くない。だから個人でね、月100万とかは全然いけるし、行ったことあるけど。いや、無理無理。俺は個人で、ピンで、だから斎藤、なんだっけ、斎藤ひとりさんだっけ、なんだっけ、個人資産、現金資産日本ナンバーワンの人、なんだっけ、斎藤ひとりさんだっけ。ああいう人とか、所ジョージみたいな方が向いてると思ってる。ああ、もう規模がでかい。スケールが違う。全然。世の中を変えようと本気でしてるから。世の中自体を変えようとしてるんだよ。本気で。そういうスケールの大きい人たち見てたから。さ、みんなさ、一昔前に流行った、ゴムのさ、バンド知ってる？パワーバランスっていうゴムのバンド流行ったの知ってる人手挙げて。ゴムを、タイガー・ウッズとかつけてたり、木村拓哉つけてた、ゴムをつけて、そうするとバランス感覚が良くなるっつって、プロ野球選手とかつけてたの知ってる人手挙げて。あれを立ち上げた人と一緒に仕事やってた。だから俺もあれ実は1枚噛まないかって。あれの権利300万一口なんだよ。で、単発物でめちゃめちゃ儲かるから乗っかれよお前っつって、300万今すぐ用意してこいって言われて、俺乗っからなかったのよ。その時。あれを仕掛けた人とかに一緒にビジネスしたりとか教えてた。パワーバランスはだから、もしかしたら俺300万かけてたかもしれない。それどうなったかっていうと、3ヶ月で300万投資してたら、1000万になって帰ってきてたのよ。だからあの時はね、ちょっと、ミサンガじゃなくてね、ゴムのバンドで中にキラキラしたやつが入ってるやつ。パワーバランスで検索したら出てくる。リストバンド。あれを仕掛けた人が、その HIS の沢田さんと一緒にやってる人は、なんか結構その世の中にトレンドっていうかブームを仕掛けてる人と一緒に仕事やってた。別の授業だけど。あれはね、スポーツ選手に配ってたの。六本木で。ただいつけてくれよって。これめちゃめちゃ流行るからっつって。でもバズマーケティングって言うんだけど。うん。それはね、投資しとけばよかったなと思った、一口。300万乗せてたら1000万になるのめちゃめちゃ良かったんです、3ヶ月。ただ俺はゴムバンド見た時に絶対流行んねえって言ったんだよ。こんなの流行るわけないじゃんって、子供騙しで。こんな値段高くて。お前分かってねえなって言われたもん。あれは乗っかっとけばよかった、パワーバランスは。うん、何年前かな、もう。俺がね、多分27ぐらいの頃だったかな。26だか7だ、26かな。7年ぐらい前だったと思うんだよ。あれ流行ると思わないでしょ。だからその人たちは、その世の中に普及させるやり方っていうのを知ってるんだよ。バズマーケティングって言うんだけど。それはね、勉強になった。はい。では、1時間経過しました。もしよかったら、アイテムタイムになります。アイテムくれる人は、アイテムぜひよろしくお願いします。フォロー、まだの人はフォローをよろしくお願いします。2分間のアイテムタイムです。まあ、もう、それはその人は言ってた。半年とか1年だって。これが流行るのは。だぶっ飛んで売れるから今のうちやっとけって言われた。若い時はもうバリバリやった。日本初めての YouTuber 僕ですからね。YouTuber っていう概念もなかった頃ね。じゃあ皆さんアイテムお願いします。応援してくれる人、アイテムで支援お願いします。
何が流行るか分かんねえよな。アイテムゼロアイテムゼロ、マジか。ありがとう、坊さん。来た、リアルタイムさん、風船ありがとう。みのりんさん、縄跳びありがとう。アイテムありがとう。ありがとう。ありがとうございます。助かった。アイテムゼロじゃなかったね。ありがとう。ブタクヤさん、バカありがとう。ありがとう。ありがとう。パフェ10個ありがとう、ミポリン。パフェ10個ありがとう。あら。ありがとう。サンキュー、ありがとうございます。はい、アイテムタイム終了です。アイテムくれた皆さんありがとうございました。ミポリンさん、パフェ10個、プタクヤさん、バガ1個、ミノリンさん、縄跳び1個、リアルタイムさん、風船1個、ありがとうございます。そうだよ、金くれっていうこととイコールだよ、イコールイコール。1時間に1回ね、あのアイテムタイムを設けることにした。1時間見て面白いなと思ってきたアイテムくださいって、金くれって言ってるようなもんだよ、ハッスルタイムみたいな感じねそうそうそう、そりゃそうだよ。だって俺配信で飯食ってんだもん。配信で飯食えなくなったら終わりよ。ブタケヤさん、パフェありがとう。だって喋りで飯食ってんのもん。アイテムタイムなかったら食えないじゃん。才能だよアナログでしか商売してないから、アナログも楽しいと思うよ。アナログも。だってさ、あの、アイテム投げるかどうかチップなわけだからさ、支援なわけだからさ、投げたくなければ投げないっていう方法もあるわけだから。まあ、そうそうそう、スポンサーさんになってもらえませんか。まあ、そんな大げさなもんじゃないけど、支援をしてね、まあ、1時間楽しめたから、まあ、お小遣いやるかぐらいに考えてもらえれば。俺らもね、背に腹は変えられないよ。でも若い頃から今考えるとすごい人たちから教わったなって思うよ。すごい人たちに経営を教わってたんだなって。なんか経営よりもね、なんかスケールのでかい人たちと絡めたっていうのが俺にとっては一番の資産かな。いや、まあまあまあ、一番理想系はね、もう本当にでっかいスポンサーさんドーンって捕まえてドーンって稼ぐっていうのが一番いいと思うけど、今その力が俺にはないから、それこそね、大企業と絡めるようになりたいよね。物乞いしなくても、物乞いってわけじゃないよ。やっぱね、あのアイテム投げるタイミング、特に俺なんかそういう配信者なんだけど、あの結構雑談がメインだから、アイテム投げるタイミングがわからないタイプなんだよ。邪魔しちゃ悪いなとか、話に引き込まれるわってなるから。だからね、いろいろ考えてね、あの今日からあのアイテムタイム1時間に1回、その2分間アイテムもらえる時間っていうのを設けて、その時にあのアイテムもしよかったら投げてくださいっていう時間を作ってんのよ。聞いちゃうもん。ありがとう、坊さん前科持ちは大企業とか厳しいだろう。どうだろうね。リスナーさんで全然大企業の人とかいるから、まあ可能性はあると思ってるけど、どうなんだろうね。まあ、やってみないと分かんないと思ってるけど。物乞いね。どうなんだろう。まあまあ別に好きに思ってくれていいよ。前科あるよ俺。前科全然あるよ。あの定点のリスナーの支援だけで飯を食う好きだった。あれ面白かったね。24時間リスナーの支援だけで
生活するっていう企画ね。アイテムタイムの BGM は、僕の専属のね、ギタリストっていうか作曲家のレクチ君にね、曲を書いてもらいました。だから世界で1個しかないオリジナルの曲です。まだ BGM のタイトルとか決めてないんだけど、なんかかっこいいタイトルつけてくださいって言われてて、俺の捨て頃に出る時のテーマソングって言って、俺をイメージしながら作曲してくれたんだよ。あれは世の中にない曲だよ。そう。オリジナルソング。俺のための。俺、世界に一個しかない俺のための BGM ですね。うん。まあ、過去は変えらんねえからな。俺は、反省してるよ。他人と過去は変えられないから。過去は受け入れていかないと。うん。差し支えなければ詳しく聞きたいな。最初は銃刀法違反、詐欺、傷害罪。この3つです。銃刀法違反、詐欺、傷害罪。こんな感じです。だって隠してもしょうがないじゃん。テレビも芸能人犯罪起こすとスポンサー一気に降りる。まあそりゃそうでしょ。それ、社会はそんなに甘くないもん。てかテレビ出らんなくなるしね。うん、そういうもんだと思うよ。うん、前科3犯ですね、僕は。前科3犯。波乱万丈どころじゃないよ。俺、ホームレス3回経験してるからね、さらに。うん、順風満帆ではなかったですね。波乱万丈です。過去に言い訳しないから。だってさ、過去をどう捉えてもさ、起こしたことから学ばないとダメじゃん。うん、だから、後悔はしてないけど、反省はしてるよ。もう二度とそういうのもやった。ホームレス3回経験してます、僕は。中学3年生の時からアルバイトしてたし、うん、結構あるよ。でも別に隠してないから、過去は変えられないから背負って生きていこうと思う。その時その時俺は一生懸命生きてたのは事実だし、過ちを犯したのは事実だから、うんうん、差し支えなければ聞きたいってネット上だと思って失礼なやつ。いやだからまあでも俺は隠してないから別に何でも聞いてくれていいよ。ただ、俺のことを貶めようとしてる人っていうのは、いるから。うん。別に事実を淡々と語るだけですよ。ホームレスの時代に出会いはありましたか？最初にホームレスだった時、六本木でホームレスだったんだけど、親はサラリーマンですよ。普通の。普通のサラリーマン。うん、和道さんに救われる人たくさんいる。たまに DM でね、和道のおかげで、生活保護だったんですよ、俺去年まで。だから和道のおかげで俺も生活保護抜けれたとか、3年間4年間ニートだったんだけど、俺和道が働いたから、俺も働こうと思って今バイト始めたよとか、そういう DM 来るとすげえ嬉しいよね。親はサラリーマン。仮想通貨、投機。あ、投資はしないですね、僕は。うん。リップルとか、リップルを仕掛けてる人ね。リップルじゃない、ビットコインだ。ビットコインを日本に持ってきた人とかが知り合いにいるのよ。で、その人とか200億とかそういう規模でやってんのね。だから、そういうなんか、小銭稼ぎで信用を失うようなことは俺はやらないって決めてる。金を掴んだらでかい話っていっぱいあるから、知り合いがそのビットコインを日本に持ってきた元締めだったりするのよ。だから儲けようと思ったらいくらでも儲けられるの知ってるから、その人なんかすごいよ。バッグめちゃめちゃ重いのよ。そしたら中に札束入ってたりするのよ。だから、俺は、下手な投資っていうか小銭稼ぎはしないって決めてる。うん。プロフィールに載せてないよ、俺。荒川イーザ。どういうこと？うん。プロフィール欄に載せてないけど。うん。なんか勘違いしてない。どういうこと？何を言ってんの、荒川イーザ。人生相談全然僕でよかったら受け付けますよ。配信中に LINE 公開してるので、電話とつかけてきてください、いつでも。仮想通貨って恐ろしくて手が出せなくね。確約のない流動的な価値じゃん。あ、でも、ウェブマネーみたいなものは主流になってくるから、これから。俺は金が金を生む商売未だに抵抗。俺もあるね。うん。俺もある。なんか、あんまり好きじゃない。うん。なんか、お金はあればあるほど便利だけど、
なんかその手に入れた時の価値みたいなものは、何をやって手に入れるかってすごく重要なんだよ、俺にとって。だから遊んで金を得るっていうのが、遊びながら金を得るっていうのが最高の金の得方だから。だからなんか少しでもピンとこないものはやらないかな。うん。年収最高。年収全然行ったことないよ。ただ、1ヶ月ね、不労所得で40万ぐらいはあった。だから、40万かける12だと、まあ、500万いかないぐらいかな。LINE めちゃめちゃ便利だよ。だって、電話代かかんなくてテレビ電話できるんだよ。メールができるんだよ。で、しかも可愛いスタンプとかできる。写真も送れる。データも送れるんだよ。こんな便利なもんないでしょ。うん。もうだから俺、あれだもん。電話番号持ってないもん。LINE だけでやり取りしてるもん。だからスマートSIM、格約SIMで、月3000円契約してんの。で、LINE さえダウンロードしときゃ誰とでも電話できるんだもん。うん。ドレさんって精神病自力で治したって言ってたけど、モンちゃんにストッカー DM 送ってブロックで。俺も病気は治ってないっていうのが俺、同意見です。ドレさんと関わってて、これは煽りとかじゃなくて、ドレさんは病気治ってないですね。既読とかめんどくさいから使わないわ。あ、そうなんだ。うん。こんばんは、ケイさん。セゴロ、あ、ありがとう。負けちゃったけどね。これはすごい便利だと思うよ。連絡ツールとしては。特に日本だと、LINE やってる人多いから、誰かと喋るときに困らないね。すげえ便利。最高のアイテムだよ。なんかただってすごいよな。ただってすごいよね。仮想通貨で数千万円稼ぐのは和道さんにとっては目先の金っていうか、その、なんていうのかな。いや、トビーね、別にね、仮想通貨が悪いっていう話じゃなくて、仮想通貨が面白いと思わないんだよ、俺の中で。なんでかっていうと、仮想通貨で儲けてるやついっぱいいるの知ってるのよ。で、なんだろう、仮想通貨がこれからトレンドになるとか、どうなのかとか、まあ、聞くんだよ。それこそ俺、仮想通貨がこれから来るっていう話、5年前に聞いてたの。200億かけた人から。で、お前も噛むかって言われてたの。で、もうはっきり言って、もうね、今投資するタイミングでもないし、俺は正直、なんて言うんだろう、末端市場まで、もう普通の人が仮想通貨って言葉を知ってる時点とか、テレビに載ってる時点でもう、なんつうんだろう、投資するタイミングは失ってると思うし、今はね、配信以外で金稼ぎたくないのよ、極端なこと言うと。うん、アルバイトやるのと変わらないから、それは金額の大きさとか儲けられるからじゃないのね、うん。自分がワクワクすることでお金を稼ぎたいの。そしたら、稼いだ金額、プラスアルファ、自分の経験とかになるじゃん。仮想通貨が儲かっても仮想通貨の会社がすごくなるだけなんだもん。うん、二番煎じっていうか自分の功績ではないから、自分のやったことではないじゃん。だからお金を転がすっていうのにあんまり魅力を感じないの、そこなのよ、うん、俺の中ではね、うん、最近和道さん好きでご支援したいんですけど、ニコ生民でどうしてもここのサイト運営やりたくないよ。振り込みでもいいですかね。ああ、全然振り込みでいっぱい来てますよ。もし個人的な支援をしていただけるのであれば、LINE とか DM 送っていただければ、その件は LINE か DM でお願いします、うん。もしよかったらステッカー、送りますので、よろしくお願いします。うんうん、なんかね、世の中にはお金持ちがいっぱいいるの知ってるし、例えばリスナーさんの中でも億万長者も何人ぐらいいるかな。少なくても自分の放送を見てくれてて億万長者10人は、LINE とかで繋がってる人でいるの。で、面白いことに、なんていうのかな。奥稼いでる人って、楽
楽しさを優先するんだよ。だから多分俺の放送を見てくれてたりするのね。あと世界的に活躍してる人とかいるんだけど、本当にね、なんつうんだろう、なんて言えばいいのかな、ビジネスやってた頃だったら多分トビーの話に乗っかったと思うんだよ。でもね、俺も結構いい年で32歳でいろんなもの見てきたのよ。それこそ六本木ヒルズの最上階でスピーチとかやったから、もうね、なんかね、金よりも楽しさを優先するようになってきたよ、本当に。それこそ、なんつうの、日本の最上位にいるような人たちと絡んできたわけじゃん。ワドニコニコ。いや、違う。ネグレさん、俺のツイッターは、これ。俺のツイッターはこれです。それ以外、アカウントないです。これです。俺のツイッターはこれです。自分のポリシーっていうか、なんだろう、金持ち腐るほど見てきたから、なんつうんだろう、その人たちが行き着くのはなんか本当の自由っていうか心の自由とかなんだよ、なんつうんだろうな、あんまりぶっちゃけた話ね、俺生活保護ってとかホームレスとか日本人の金銭的に最底辺にいたわけよ。最底辺で面白い話聞かせてあげるけど、ホームレスってめちゃめちゃ自由なの。みんな働き、なんつうんだろう、みんなさ、ホームレスやってる人ってかわいそうな人たちだと思ってるでしょ。うん。そうそう、生活保護も経験してんの俺。なりすまし、なりすまし。うん。あのね、なんて言えばいいんだろう。例えば、東京で本当に手に入らないものがないっていうぐらい何でも手に入れてんのよ。拾って。ケンタッキーとかもタダで食う術とか知ってるのよ。だからね、そういう生き方かっけえなと思って。浅井さんとか空き缶拾いで40万稼ぐんだよ。東京ってすごいんだよ、本当に。で、その人たちって誰にも縛られてないんだよ。だからね、なんかすげえなとか、家を持つことも意味わかんねえとか言ってて、いや、あのね、運の要素強いよ、トビーさん。あの経営者ってやっぱ運を嗅ぎ分ける力みたいなもんほんと長けてると思う。あ、でしょ、本音を言うとそうでしょ。多分ね、 FX とか株やってる人とかそういう投資家たちってやっぱね、その楽しさを求めてると思ってるよ。いいじゃん、いいじゃん。そうそうそう、趣味で金ばらまいた方がいいんだよ。失敗してもいいから、本当の投資をやるべきなんだよ。お金がどんどん増えていってもさ、達成感がないっていうか、ゲームのコインと一緒なんだよね。で、俺ね、これ実体験なんだけど、去年まで生活保護でした。で、ビク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 してたの。誰かとデートするときも1000円しかなかったりとか、例えばね、捨て頃の飲み会も、金が1000円しか入ってなくて、1杯しか飲めないの分かってたから、1杯しか飲まなくて、会計のときビク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 過ごしてたの。でも今は、買いたいものを値段気にせず買えるようになったんだよ、本当に。だからそれってさ、自己成長なんだよ。配信をずっと続けてた中で、ああそういえば俺財布の中身気にしなくなったなみたいな、うん、そういうのがね。なりすましフォローしてくれたらツイッターでログインするのやめた。あ、違うよ、ドローンさん、ブロックすればいいんだよ、そのなりすましを。うん、通報してブロックしたらもう関わってこれないから。いいじゃん、実業は面白いよ。うん、だからさ、なんだろう、そのリップルとかで稼ぐのもすごいいいし、投資は投資で続けた方がいいと思うの。だけどね、一番いいのは仲間を見つけることだってよく言ってて、友達を見つけるとお金いらなくなるんだよ、恋人とか友達とか。今月収50万ぐらいかな。うん、今月収50万ぐらい。なんで仲間見つけるといいかっていうと、今100円とかでツタヤで DVD 借りれるでしょ。ネットとかでも1000円で Amazon プライムで映画見放題だったり。で、恋人が映画好きだったら、恋人とさ、家の前でジュース飲みながら映画見てるだけで最高の一日過ごせるんだよ。よくない？でもさ、お金持ってなくて友達とかだとさ、キャバ嬢に貢いでアフター誘って、で、ね、大変でしょ？だから効率悪いんだよね、俺からすると。俺は人脈もお金も、何もかも、ね、全部配信で掴んだから、本来お金がかかるところ、お金かけずにそういうことができるから、本当ラッキーな人だと思うよ。配信やっててよかったなって思う。うん。
配信だけじゃないよ。ふわっちのポイントだけじゃないよ。配信とステッカー販売と T シャツ販売とパーカーとかグッズ販売だね。ちょっと待って。配信のポイントでしょ？ YouTube の広告でしょ？ステッカーでしょ？ T シャツとかのグッズ。あと、現金振り込みの支援とか。トータルするとそれくらい。今の俺は。でも、去年までは生活保護ぐらいゆとりがなかったよ、俺は。ゆちょむさんはどつ？いらっしゃい。だからまあ、3年間無収入に近かったからね。バイトしないとダメだった時期もあるし。今年の3月までバイトやりながら配信やってたから。まあ、芽が出るのは遅かったよね、俺は。ようやく芽が出てきたから、苦労はしてる方だと思うよ。お、あやいらっしゃい。楽しんでってね。自分のホームグラウンド見つけられた人間は強い。やりがい、俺はここで生きる場所を見つけたっていうか、死ねる場所と生きる場所って一緒だから。なんかそれが見つかったのはすげえ良かったな。うん。ここにどっぷり使って、もう人生を変えてくれたツールなんだよ、俺にとっては。配信で全部失ったのね。家族も恋人も友人も全部失ったの、配信で。だけど、今俺が手にしてるもの、この部屋の画面に映ってるものは全部配信で手に入れたものだから。みんなも含めて。みんなとの出会いも含めて。俺は配信やってよかったと思う。花火ありがとう、あや。おやすみ。まあ、儲からない人もいるよね。僕はキューピーさんいらっしゃい。だから、すべてが一概に言えるわけじゃないんだけど、俺は配信に出会って本当に感謝してるの。なんで今夜の配信だと和道さんのアンチが増えるのか疑問。まあいいんじゃん、ほっとけば。うん。ニコ生はやっててよかったけどね。やっぱり今の俺の喋りとか配信の理論っていうのはさ、ニコ生で培ったもので、芽が出たのがたまたまふわっちだっただけなの。あそこで修行して俺は正解だったと思う。ちょっと和道に唯我の人物、評論してほしい。俺は、唯我さんは良くも悪くも古い人だと思ってて、で、レジェンドの一人だっていう、大先輩の一人。で、俺実は配信始めて一番最初にリスナーさんに名前を付けられたのが、二代目唯我だったの。で、なんでかっていうと、ニコ生に唯我さんが引退したタイミングの一週間以内に俺がデビューしたのよ。で、俺は二代目ユイガっていうあだ名をつけられてたの。だから実はね、俺配信始めてユイガさんのこと動画でしか見たことなかったのよ。で、しばらく経ってからツイキャスやり始めて。やっぱ俺にとって憧れの人だよね。やっぱ一軍で活躍してた人っていうか。で、今ではね、そのスーパースターに和道って名前を呼んでもらえるわけじゃん。ディスかもしれないけど。ちゃんまんには和道よって言ってもらえるわけじゃん。いや、和道はよとか言ってもらえるわけでしょ。やっててよかったなと思うよ。光栄なことだよね。ディスだとしても名前呼んでもらえるようになったっていうのは俺の中ですごい嬉しい。まあ、ニコ生出身の配信者はやっぱ根強いよ。スキルが圧倒的に違うの。ニコ生出身誰がいるよ。香川さんでしょ、桃七でしょ、和道でしょ、あと誰がいるかな、ゆいがさんでしょ、石川のりゆき、まあ、もう 数えてもきりないよね。エミさんとかね。やっぱスキルがすごいんだよね。どこ行っても通用するっていうか、ニコ生でトップ張ってたりとか、ある程度知名度があるっていうのは、キタビさんもそうか。ニコ生は難しいんだよね、あそこ。目が肥えてるから、あそこのリスナーは。だからツイキャスで有名になったのはちょっと子供魂に感じちゃうところあるよ。ツイキャスだから有名になれたんでしょっていう部分はどうしてもある、俺の中で。お前ニコ生じゃ通用しなかったよなっていう、なんかちょっと上から目線になる部分ってあるのね。ミズニアンとかもね、ニコ生だし。そうそう、二代目ユイガって呼ばれてたよ、俺は。まあ、なんかね、本当にトーク力磨かれるっていうか、本当につまらないとすぐブラウザバックされるから。まあ今ニコ生オワコンだけど、まだ俺がやってた頃、まだ少しリスナーいたから、石川紀之がツイキャス行ったのがでかかったよな。本当に、もう、パワーバランス崩れたなって思った。
まあ、ようやくね、最近ポッと芽が出てきただけの配信者だから、俺が配信を語るっていうのはおかしいかもしれないけど。フォローありがとう。新しくフォローありがとう。ユイガと似てるってことだと思ったんだけど、あ、多分リスナーさんはそう思ったんだろうね。ユイガの後釜とか言われてたから。俺は、だから、いつも言うんだけど、俺、その、リスナーから始めたわけじゃなかったのよ。配信を始めてリスナーをやるようになった珍しいパターンなのね。それまで経営者だったから。だから、ユイガってなんだっつって、ただゆき、え、なんだっけ、ただわれって読んでたんだ。ただわれってなんだよ、ただわれってなんだよって言ってたの。だから自分ではピンとこなかったね。ニコ生9月か10月に変わらなかったらもう終わりだろ。いや、俺はこれから YouTube ライブが メインになると思ってて、投げ銭の率 100% なんだよ。だからみんな、YouTube 登録して、YouTube チャンネル登録1000人いくと、投げ銭システムが使えるようになるの。YouTube ライブで。そしたら投げ銭 100% だから。俺 YouTube ライブ来ると思ってて、で、なんで来ると思ってるのかっていう説明なんだけど、スマートフォン持ってない人ってほとんどいないじゃん。で、YouTube アプリってみんな入ってると思うんだけど、みんな入ってるでしょ、こうやって YouTube。ほとんどの人が入ってる。要は、このアプリの普及率ってとんでもないの。こここうやってクリックすると、ここにさ、ビデオ画面ついてんだよ、スマホに。これをクリックするとどうなるか知ってる？配信始められるんだよ。これやばくない？で、投げ銭 100% だよ。ほら、ライブ配信ってクリックすると、YouTube で配信始められんだよ。やばくね？こういう時代なのよ。ただみんな気づいてないだけなのね。俺は間違いなくね、YouTube が、まあ、案の定、Google が持ってくんだろうなっていう。だからみんな YouTube 登録しといてください。ユイガと自分は似てると思う。あんまり思わないかな、俺は。どうなんだろうね。コメント欄がどうなるのかとか、まだわかんないけど。そうそう。持論を語らなくなったらさ、坊さんさ、終わりですよ。配信者だもん。俺は有言実行をする人が好きだけどな。すべ登録してる？ありがとう、ズッチ。和道さん、誰とは言いませんが、誰ともベロチューする女はどう思いますか？俺、ロハコさんとベロチューする男だよ。ベロチューする女は誰のことを言ってるのかわかんないんだけど、俺はロハコさんとすらベロチューした男なんだよ。だから俺に聞くのは間違いだと思ってるよ。俺、金梅さんともベロチューしたし、力也さんともベロチューしたし、カリバさんともベロチューしたし、ロハコさんともしたでしょ？あと誰したかな？ベロチューしまくってるから、俺は配信者。男の配信者と。だからね、別に何にも気にしないですね。むしろベロチューするのはなんか、和道の鉄板ネタみたいな感じだから。面白かったらいいんだよ。そうそうそう。だから時々俺、ホモホモって言われるでしょ。だからベロチューしまくってるから。柏木は放送しないけどね、柏木からフォローされてるから、多分ふわっちそろそろ始めると思うよ。柏木っていうアカウントで、俺のふわっちフォローされたから。不言実行？ああ、俺は有言実行の方がかっこいいと思うけどな。リスクを背負った方がかっこいい。自分にこう、鼓舞していくタイプが好きだから。不言実行はなんかクールすぎるっていうか、かっこつけすぎるだろうと思っちゃう。なんか、不言っていうことは自信がないから言わないわけじゃん。あんまかっこいいって感じない？ビッグマウスな人が好きよ、これは。ビッグマウスで実行する人が好きだね。ツバニアは引退したよ、もう。ツバニア引退した。和道の配信ちゃんと見たの今日が初めてだけど、穏やかなユイが。お前よ、さっきからよ、何なんだよ、この野郎。俺がよ、どこがよ、穏やかなユイがなんだよ。なんなんだよ、おめえ、アンチよ、この野郎。なあ。どういうことなんだよ、お前、便所がよ。便所がよ、お前、せこれ俺がボクシング企画やるっつったらよ。お前、便所も逃げてるだろ。ただの金儲けじゃねえかよ。ふざけんじゃねえよ。俺、金儲けに付き合う気がねえからよ。うるせえよ、誰が言うかだよ。
格好つけてるっていうか、格好良すぎるよね。俺は泥臭い感じが好きなんだよ。俺は泥臭い感じが好きよ。うん。うん。そうそう。やばいっすね。ユイガさん、キレッキレっすね。キレてんすか、ユイガさん。やばいっすね、バイさん。爆走知らない間に引退してて笑った。なんかね、すごい太いスポンサーさん掴んだらしいよ。多分その人と付き合ってるんでしょ、うん、そう、そうそう、うん、やるじゃん他にも。いや、ゆいがはよ、ああダメだな、ああ、あいつは二流、俺は一流、ケビ。うん。いや、違う違う。モノマネの中で、そういうこと言っただけよ。うん。違う違う。嫌だって、さ、ネタはネタじゃん。そこは乗っからないと。別にマジレスしてるわけじゃないから、ケイチローさん。うん。わかってるよ。配信長いんでしょ？見てたら。わかるでしょ。うん。モノマネの中に出しただけよ。うん。結構真面目なんだね。ドレさんできないな。ドレさんできないかな。まだ特徴つかんでない。荒野もつかんでないかな。できるレパートリーはやるよ。できるレパートリーはやる。みどりさんはできないかな。野田総理が一瞬似てた時あったんだけど、野田もできなくなっちゃったんだよね。金梅さんできるよ。マジか。光る。タバコ吸ってくる。こんな感じだよね。うん、エミリーさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。初見さん、もしよかったらフォローしてね。トークスキルゼロだから。金梅さんは、トークスキルゼロ。キチガイスキル100。ステータスの振り方間違えちゃった人だから。いや、モノマネできるかっつうか。似てない。有名配信者って良くも悪くも特徴あるよね。やっぱキャラ商売だから、キャラクターが強い方がインパクトがでかいんだよ。うん、似てなかったか、ミポリン、うん。うん。あとね、好きな人じゃないとモノマネできないの。だから、俺の似てるモノマネっていうのはその人のことをよく観察してるからなんだよ。だから、うなちゃんが好きだからできるんだよね。俺タバコ、ヘビースモーカーなんだよ。ハッピーうんちいらっしゃい。ヒカルくんが似てるのはヒカルくん好きだから。ベース。ニコ生民がどれ見ると配信会の功労者にあまりにも敬意がなすすぎる気がしてムカつきます。所詮ポットででウナと張り合うには役不足すぎて滑稽です。まあレジェンドだからな、ちゃんまんがな。うん、まあなんだろう。捨て頃から一気にね、ボーンっていったわけだから。まあすごいとは思うけどね。閲覧30とかを10年続けてた配信者だもん。で、急にバーンって10倍になったわけでしょ。閲覧が。まあ、リスペクトは大事だよね、やっぱ。うん。金梅さんトークスキルあると思う。俺ね、金梅さんの放送コメント欄を消してフルスクリーンにして見るのが好きなんだけど、そうすると、あの、屋台浴場で。マジか。光るって言ってるイメージ。本当に喋ってない。30分間こんな感じだったからね。30分間まずコメント欄見やがい、ウェーって言ってただけだね。ブエーって。すげえな、この人って思って。
閲覧せんでこんなトークなんだと思って、うん、キャラで言ったらこの間の浅井さんにはビビったよ。俺の最強のポケモンだからね。俺ポケモンマスターになりたい。うん、あの人は神様だからね、ほんと。イエス・キリストってあんな人だったんだと思うよ。本当に人助けしかやってなくて。イエス・キリストって多分あんな人だったんだよ。本当に多分聖人なんだよ。俺、浅井さんのことマジでそう思ってて。あの人って、空き缶拾いで月40万稼いでるけど、ホームレスにお弁当配ってるの。もう何年間も。で、布団とか配ってる。要は街中で会うと浅井さんが布団を自転車に乗せてて、何やってんのって言ったら、いや、今新しいホームレスがいたから布団届けに行くとか。人助けばっかりやってんのよ。どれさん、アフリカとか、すごいいろんなサイトやってるよ。うん、ヒカルさん似てる。ベンさんいいっすね。気持ちいいっすね。ベンさん強くなってますね。ワドさんヒカルくん可愛いよね。大好きだよ俺。浅井ゆき子は本当に神様だよ。あの人はいいんじゃない。天狗になっても、天狗になってて実力なかったら花柱へし折られるのがさ、新宿の精霊通貨本当にすごい人だね。実は予言みたいなこといっぱいしてるんだよ。で、実はね、浅井さんだけなんだよね。和道さんは配信で食えますよって言ったの。バッチリ言われた。心配しないでくださいって。で、最近言い出したのは、和道さんは王になるって言い出してて。よくわかんないの俺。ピンとこないのよ。浅井さんが言ってんの。でもね、浅井さんは予言当たるんだよね。なんかね、予言をするの。太郎さんって言わない。便所はっていう。浅井さんはね、違う、家近所だから渋谷、中野、新宿だね。渋谷、中野、新宿。あと、代々木。その辺が、生息エリアだね。そう。特に新宿がホームタウンだと思った方がいいよね。脱税を、脱税するほど稼いでないわ。うん、ああ、そう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 。神の声を直接聞いてる。浅井さんは、その光っていう表現をするんだけど、本当にそうで。トビーよく見てるね。だからね、のんちゃんもね、浅井さんの言ってることを理解できる。俺はね、100% は理解できないんだけど、20% くらいしかわかんないな、浅井さんの会話は。でも、のんちゃんはね、やっぱそういうアーティストだから、急にね、和道さんは嫌いですって言った日があったの。いきなり。で、その日はのんちゃんがいたのよ。後ろに。で、のんちゃんがいて、で、なんで浅井さん俺のこと嫌いって言うのって、ひどいよって言った。和道さんは大嫌いですとか言って。で、その日帰って、浅井さんに嫌われちゃったってのんちゃんに言ったら、和道さんバカだねって。なんで浅井さんの言ってることわかんないのって。え、どういうことって。のんちゃん。私が、いたでしょって。浅井さんは私に気を使ってくれて、私が嫉妬の虫なのを見抜いて、和道さんには恋心がないよっていうのを私に伝えてたんだよ。すごくない？それを見抜いたのんちゃんもすごいと思ったの、直感で。で、浅井さんは直感でそれを分かったのよ。のんちゃんがすごい嫉妬するのっていうのを直感で見抜いたの。だから急に和道さん嫌いですって。のんちゃんを安心させるためだったんだよってのんちゃんが言ったとき、この二人の会話すげえと思ったよ。意味がわかんねえと思ったよ。うん、すごい配慮だよね。そう。だから直感的になんか人を見る目とかがすごい養われてるから、とてつもない洞察力なんだよ、やっぱ。あと人の苦しみとか悲しみとかをね、汲み取る天才なんだよね。ネルさんはいつまで持ちますか？センスあるのに見えっぱりでいつまでもニコ生に固執してるところが非常に残念です。まあいいんじゃないのかな。なんかね、多分ね、ニコニコ生主である程度実績残してる人って他のサイト移動しづらいんだよ。なんでかっていうと、例えば同時閲覧1000の人がさ、他のサイトに行ってさ、200とかだと恥をかくわけじゃん。で、立ち見え出る人でもふわっち来たら5人とかしか見ないとかありえるんだよ。誘導が下手な人だと。そうするとさ、やっぱ古巣に帰りたいっつうかさ、自分が王者でいられるところでいたいんだよ、多分。それが人間ってもんじゃん。
だから新しいところに飛び込むのって勇気がいることだよ。新天地でまっさらで勝負しようって。やっぱ自分がチャンピオンでいられる場所で戦いたいんでしょ。誰しもそうだと思うよ。うん、そう、浅井さんはぶしつけなように見えて心配りが凄まじく敏感。本当にそう。で、心の底から優しい人なの。うん、本当にイエス・キリストみたいな人だよ。本当にすごい。俺は本当に神だと思ってる。で、イエス・キリストもああいう気違いだったんだよ。簡単に言うと。人助けばっかりやって。で、周りの人間が感銘を受けて、どんどん持っていったんだよね。多分、奇跡が起きたとか。あの、聖人っていうか。で、周りの人が脚色していって、聖書ができてるんだと俺は思う。まあ、だから学じゃないんだよ。いつも言ってるけど、配信やるような奴らは、ただ、金稼ぎたいってだけじゃないんだよ。メンツとかプライドとかいろいろあるんだよ。あのね、ホームレス時代もそうだし、あの、生活保護時代もそうなんだけど、今でもそうなんだけど、あの、俺がね、中学生の時に、俺は音楽で飯食うって、家族の集まりっていうか親戚とか30人とか集まってた正月の時に、何やりてんだ、どうやって飯食ってくんだって言われた時に、音楽で飯食うって言ったんだよ。そしたら親戚のババアに、一族の恥さらしだって言われたの。で、母親号泣しちゃうんだよ。で、友達とかにも、バカじゃねえのって言われてたの。で、たった5人だけ俺のこと言うこと聞いて、俺のこと信じてくれてる仲間がいたの。俺はお前のことを信じてるし、お前は音楽で飯食うの分かってるって、何の根拠もなく言ってくれてたの。で、実際19歳の時にクッソ味噌に叩かれてたけど、ライブハウスを開いたらどうなったかっていうと、俺のこと叩いてたやつ、絶対叶わないって言ってたやつらが遊びに来て、おい、これ俺の友達の和道ってやつなんだよ。すげえだろこいつ、19歳で、経営者なんだよ。店持ってんだよ。俺こいつやると思ってたんだよ。とか手のひら返すの。俺びっくりしたよ。こいつ俺の友達だから割引してやって。とか言って。もうシカトしたけど。あ、楽しんでって。つって。で、びっくりすることに友達を招待したのよ。プロのアーティストを来るときに。俺夢叶ったからお前らに来てほしいって言ったときに電話かけたら、その5人別々に電話かけたんだよ。同じこと言うこと。お前が夢叶うの知ってたから俺行かねえよって。俺が行きたい時に行くから大丈夫だからって。俺らはお前がやるっていうことを信じてたからって。おめでとうっつって切られたもん。わかる？これね、どういうことかっていうと、俺、そういうことが何回もあるの。人生の中で。ホームレスになって、月収100万稼げるとか嘘だって言われたりとか。で、稼げたら寄ってくんの、そいつら。俺もお前みたいに稼ぎたいんだけどって。いや、手のひら返すの。これ何なのかっていうと、ダメなやつっていうのは現状しか見えないの。結果が出てたらすり寄るの。今ダメだと思ったらダメって。要は未来が見えないの。で、未来が見えるやつって全員うまくいってんのよ。この5人は。それぞれ活躍してんの。本当に。で、なんでかっていうと、こいつはどういう人間だから未来こうなるっていうのが見えてるのよ。これ面白いよ。配信でもそうなの。俺が生活保護で飯食えない時に配信で飯食ってく。俺はプロになるって言ったらみんなフルボッコ。ただ、信用してたリスナーさんはいたのよ。今でも意見変わらない。ワドはやると思ってたよって。だから今でも1億円稼ぐって言うと、あ、ワドはやるよって言ってくれんの。うん、ワドがやるって言ったらやるの見てきたからって。でも、未だに1億円って言うと笑われるでしょ。俺は自分のこと信じてるから。うん。だから、その、なんつうんだろう。他人の意見に振り回されなくなったね。そう。あ、見る目がある人っていうのは少ないっていうか。うん。おはよう、チョリス。おはようございます。そう。だから、俺は、なんつうんだろう、自分がやるべきかどうかを信じてる。見下したりはしない。全然。だから、この人たちは現状しか見えない人が多いんだって思った。要は、未来の投資の話とかできない人たち。だから、俺が稼いだらすり寄ってくる人たち。俺にもできるって。お前否定してたじゃんって。俺が、ね、あの、がむしゃらに3年間やってる期間。要は、稼げない期間、お前俺のこと叩いてたじゃんって、ほんとここまででかかったよ。だし、そういう奴らと関わってたくない。なんでかっていうと、失敗癖がつくから。負け癖をつけたくないの。自分の中に。そう、勝者の理論っていうかさ、成功する理論をずっと環境が大事だと思ってたから、周りに成功するとかポジティブな考え方する奴しか置かなかった、俺は。友達にならなかった。なれないよね。価値観が違うんだもん。人の足引っ張ったりとか現状を否定することしか考えてないやつとは友達になれない。そう思わない？
って嫌味からは何も生まれないもん。俺がさ、嫌味を言ったら大手になれる？俺が人のことを否定したり、人の夢を馬鹿にして大手になれる？絶対なれないよ。俺は夢を叶える理屈だけ手に入ればいいと思ってるから。だから上も下も見ない。自分のやりたいこと前だけ進むって決めたの。上見ても下見てもキリなくいるんだよ。だから上には石川の竜樹、佐野智則とかいっぱいいるじゃん。それ見てもしょうがないの。比べても惨めになるだけだから。自分が決めた道をまっすぐ歩くって決めた。その代わり自分が決めたことは曲げない、うん、自己責任ってそういうことだと思ってる、うん、だから年上も年下も性別も国籍も関係なく、うん、同じ気持ちの人がいたら嬉しいなって思ってるね。俺にとってレクチは活躍してくれないと困る人の仲間だから。俺も超有名になるから、お前もバンドで売れてくれっていつもお願いしてんの。レクチに。お前はプロに行かないダメだよって。うん、俺は配信会ですごい有名になるし、このまま突っ走るから、俺の音楽作ってるレクチも有名になってもらわないと、お互い有名になろうって、仲間だからって言ってる。自分の夢を潰したかもしれない身内や友人に攻撃したり、潰してないもん。俺は叶えたもん。潰してない。潰されてないのよ。俺は叶えたから。うん、そんなのは関係ない。お話を聞いて自分の小ささに気づかれました。いや、いいんだよ。だって、トビーさ、金稼いだら周り変わったの、俺の話共感できるだろ。あの時、ね、ビットコインとかなんだとか話してもバカにされたけど、自分が稼いだら俺もできるって今更言われたの、全く同じこと思わない。共感できるだろ。世間っていうのはそんなに、こんなにバカなのかっていう。いいんだよ。成功者の理屈でいいんだよ、うん。成功する人と一緒にいな。そういうやつと飯食ってたら楽しいだろ。うん、世界を変えるやつはごく一部なんだよ、うん。で、自分がどっちに生まれたかは自分の心は知ってるはずなんだよ。思うだろ、うん。だから俺が言ってることが正しいかどうかっていうのは、トビーが一番わかってるはずだから。ヤッホー、ロハコさんいらっしゃい。年収とかで、その人の人間性を測るっていうのは俺は嫌いなの。ただ、バカをねじ伏せるために1億円稼ぎたいのよ。バカをねじ伏せるために。うん。ノマイナールさん、花火ありがとう。要は、もう結果しか見えないバカのために、いや、俺配信1億で稼いでますよって。シンプルじゃん。すごいっすねって。そしたら、俺のこと応援してくれてる仲間も鼻が高いのよ。いや、ワドをやると思ってたからって。俺昔から応援してるから。それが俺の恩返しだから。いや、俺ワドの友達だからって。え、ワドとって言われたいじゃん。俺ワドのことずっとスポンサーで支援してきたんだよ。こいつが食えない時から知ってるんだよとか。捨て頃の前から俺応援してるんだよとかさ。そういう自慢できる存在になりたい。それが俺の恩返し。で、今まで支援してくれてたスポンサーさんには、おワド今から飯行くから、ちょっとお前のことを自慢したいから来いよ、みたいな。あ、じゃあ沸かせに行きますって言って。で、俺が居酒屋の席に行ったら、ああ、ワドだって、本当に知り合いだったんだみたいな存在になりたいの、うんうん。僕は彼らに成功の自慢したり、嫌味言ったりして嫌われてます。ああ、ダメダメダメ。それは、まだ自分に自信がないんだよ。俺は金掴んだぞっていうのは、ダメよ。俺だからもう全部縁切ったもん。本当に配信で家族も失って、仲間も失って、友達も失って、恋人も失って、何もかも失ったの。俺はそれくらい没頭したの。全部切り捨てた。うん、リアルな仲間にお前の配信どうのこうのって言われたこともあるし、本当に友達だったやつに。口出しされてダメ出しされたこともある。でも俺はもうリスナーさん、今あるすべてリスナーさん、お金、人脈、知名度、ここで得たものは全部配信で得たものだから。恋人ですらも、うん。最近は夢というより目先の目標ばっかりになっちゃったな。あのね、夢っていうのは達成不可能なことが夢なんだよ。ごめんね、生意気言って、豚屋さん。夢っていうのは実現方法がわからないことを夢っていうの。
で、実現方法がわからない夢を戦略とか立てたり、目標、目的、目的、目標ってこうどんどん戦略化していくの。そう、これをトップダウンって言うんだけど、コーチング用語で。夢は叶う方法、叶え方がわかんない方法で全然いいんだよ。で、ボトムアップっていうのは今の現状の自分がこうだからどうやって段階を踏んで上がっていくかっていうのをボトムアップっていうの。で、このトップダウンとボトムアップ両方交わって初めて戦略が成功するの。うん。有吉さんいらっしゃい。ポケモンの僕がいるよ。ね、ロハコポケモンだな。俺旅配信やめてないよ。うん。なんか勘違いしてるよ。のんちゃんだってもともとリスナーだもん。元カノは。オフ会で出会ったんだよ。別に俺のね、ことが気に入らないんだったら、俺の放送見なくていいよ、あれよさ。何の生産性もないから。お互い良くないのは良くないよ、うん。見ててつまんないとか不快だったら見なきゃいい。俺から有吉さんにどうしても見てくださいってお願いしたわけじゃなくて、俺は、その俺のことを応援してくれるファンの人を大事にしていくから。あ、初花火だったの？野間犬さんありがとう、初花火。人生初花火を、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。嬉しいな。そういう初物って縁起がいいからね。和道に初めて花火投げたよって言われるとすげえ嬉しい。うん。いや、そうでしょ。だってさ、なんでさ、嫌いな人の放送を見て不快になるのよ。それってさ、良くないじゃん、お互いに。俺も気分悪いしさ、有吉さんも気分悪くなるわけじゃん。だからさ、どうせならさ、別れてさ、お互いの人生を生きた方がいいよ。俺別にの、有吉さんがいなくても俺の人生何も困らないわけよ。で、有吉さんも俺の放送見てると不快なんでしょ？だったら見なきゃいいじゃん。ビビさん俺 B 型。うん。B 型です。俺はさ、応援してくれてる人を大事にしたいのよ。なるべく。一緒に生きていきたいし、一緒に何かを達成していきたいと思ってるから。うん。だから自分のお気に入りの配信者見つけなよ。有吉さん。こいつと、こいつ応援したいわって、こいつといるとワクワクするわって、こいつの配信好きだわっていう配信者見つけな。配信者腐るほどいるから、配信会に。布団なかったね、最初ここに引っ越してきた時。段ボールで寝てたよ。辛かったよね。それが一番いいよ。はい、アリスいらっしゃい。ハニー、ワドツ。寝れないの？潜って聞いてました。なんか聞き入ってます。ありがとう、あずさちゃん。もしよかったらフォローしてね。嬉しいです。コメントありがとう。来るときだけね、コメントでワドツって挨拶だけしてくれると、あずさちゃんが今日見てるんだなって俺わかるから、最初入るときだけ声かけてくれると嬉しいよ。金梅さんみたいに、ひねくりながら話し合おうよ。見てる方は面白いよ。出過ぎたこと言ってすいません。さっきも言ったんだけど、それを求めてるんだったら、金梅さんを見た方がいいんだよ。俺は俺なんだよ。俺には俺の流儀があって、ここは俺の場なんだよ。うん。で、金梅さんから学ぶことも多いし、俺いろんな人のモノマネやってたの。要は、この人みたいになりたいと思っていろんなの真似たんだけど、つまんなかったんだよ、配信が。すげえつまんなかったの。もう引退しちゃうの何回もあるんだけど、俺ふわっち来たから引退するって一回も言ってないのね。それはなんでかっていうと、決めたことがあって、もう誰の真似もしない。かそってもいいから自分が楽しく、自分のオリジナルの表現でやっていくっていう。
だから金梅さんをいくら真似してもダメなんだよ。ウナをいくら真似してもダメなの。俺は俺の言葉でまっすぐで、そう、嫌われてもいいから正直にやってこうって決めたんだよ、うん、それで初めて自己評価が手に入るの。その上でワドをつまんないんだったら俺はそれを受け入れる、うん、だからタケさんね、もしそれを求めてるんだったら金梅さん見ればいい。でもそんな俺が好きだったら俺はとことんタケさんと付き合うよ。不器用かもしれないけどこいつ面白いわって言ってくるんだったらとことん付き合うよ、うん、そう、自分の成長ね、うん、うん、ありがとうあずさ、うん、昔はもっと夢を追っかけてギラギラしてたんだけどな、守るもんができたんじゃないですか、うん、それもそれでかっこいいことだよ、うん、守るものができたんだよ、うん、そう、俺は俺だからさ、うん、で俺が金梅さんより実力ないの俺は分かってるから、うん、でもそこに甘んじてないよ、俺は攻めてるよ。じゃあアイテムタイム入らせてもらってもいいでしょうか。アイテムタイム入ります。1時間に1回、アイテム投げる時間を作ってます、もしよかったらアイテム投げてください。よろしくお願いします。アイテムタイムです。お、アメリカ人こんばんは、楽しんでいて、応援してくれる人はアイテムお願いします。よろしくです。画面いっぱいにしてコメントなしで見る応援してくれる人アイテムお願いします。あとね、ツイッターのフォロー、フェイスブックの友達申請、 YouTube のチャンネル登録ぜひぜひお願いします。ふわっちはね、初見さんぜひフォローしてください。はい、ミボリンハート10個ありがとう。ミボリンいつもありがとう、ハート10個ありがとう。ミボリン、うわ来た、ブタクヤさんおやすみなさい、ありがとう、花火ありがとう。タクヤさんありがとうね、アイテムありがとう、ありがとうございます。おい、暗黒さんおやすみ、バーガーありがとう、バーガーありがとう、アイテムありがとう、みんなありがとう、ありがとうございます。曇って見えない、ロハコさんバーガーありがとう、ロハコさんバーガーありがとう、バーガーありがとう、サンキュー、ありがとうございます。ありがとう、アリスアイテムありがとう、アイテムありがとう。はい、皆さんアイテムありがとうございました。1時間に1回ね、アイテム投げてもらえる時間を設けてますので、もし、あ、今日の1時間面白かったなと思ってくれた人はぜひアイテム投げてみてください。フォローもよろしくお願いします。ありがとうね、みんな、たくさんアイテムありがとう、うん、うん、ありがとう、ミポリンありがとう、ハート10個ありがとう。ちょっとね、メガネが指紋ついちゃったからメガネ洗ってくるね、うん、ちょっと待ってて、
ごさんハンバーグありがとう。10個もありがとうね。ただいま。よいしょ。いや、アイテム少なくないよ。ありがたいんだよ。一個一個のアイテムで俺は生活してるから。すごいありがたいよ。ありがとうみんな。アリスは稼いでるんだろうな。俺は夢があって、ススキノで居酒屋開いたらヨッサン呼びます。ヨッサン好きなの？トビ。うん。いいね。6年前から、古参のひまわり。あ、そうなんだ。ヨッサンはいいよね。うん。やっぱ配信見てると勇気湧くよね、いろいろ。人生の教訓も学べるし。ヨッサンはね、配信で人生変えたからね。本当に、すごい人だと思うよ。稼いでないの？うん。アサン、風船1個ありがとう。アサン、ありがとうね。アサン、風船ありがとう。ありがとう。リップルに300万投資する勇気出たのもヨッサンのギャンブルから。あ、賭けに出るときはもうがっつり賭けに出た方がいいよ。うん。そうそう。分散投資もいいかもしれないけどね。やっぱ大きく張らないと最初は稼げないんだよね。朝おやすみ。いい夢見てね。おやすみ。おはよう。ちえ、こんな時間に起きてんの？おはよう。ずいぶん夜型じゃない？おはよう。夜のお仕事なのかな？それとも昼夜逆転してるのかな。すごい時間帯におはようって和道リスナーっぽいよね。俺もね、寝たい時に寝るっていうのが考えて、俺が起きた時が朝だから、もう時間に縛られない生活はすごいいいですよ。ノンストレス、ストレスがないもん本当に。本当に今ストレスないな。何にも悩まなくなった。本当にいい人生だよ。毎日がキラキラしてるし、毎日が楽しいもん。すごい恵まれてるよね。こんなじいい人生になると思ってなかった。早寝しすぎたんだ。あ、医療関係なんだ。そうなんだ。ごめんね。うん。朝まで。あ、そっか、もう4時か。そんなに俺2時ぐらいだと思ってたわ。いいね、エグのコツは。うん。走りながらロムっていいよ、全然。俺もね、ドレさんの放送を聞きながら走ったりしてたよ。っていうかね、このネックレスが被れるんだよ。このネックレスちょっと変えようかなとか思ってるんだよね。すごい、もう汗もが首にすごくて。なんかおすすめのネックレスとかある？みんな。なんかね、多分安い金属だから被れるんだよ。金属アレルギーなのかな？これシルバーじゃなくて、なんか変な合金かなんかなんだろうね。なんかネックレス買おうかなと思ってるんだけど、なんかおすすめのメーカーとかあったら教えて。ここのブランドかっこいいよとか。ちょっと高いやつ投資しようかな。あのね、なんでネックレスつけてるかっていうと、ここね、ここにマイクを止めてるからなんだよ。このピンマイクをここに止めると音が拾えないから、首にこうやってつけてるといいんだよ。だから配信機材としてネックレスが重要なんだよね。金ってアレルギーかな。夜の仕事もしてた。うん。商材事務職。はい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 。金属アレルギーかな。金のネックレスとかプラチナのネックレスでもダメかな。なんかおすすめのやつがあったらそれつけてみようかな。いちごちゃん、いちごちゃんおはよう。ハート10個ありがとう。うん。
おやすみ。ありがとう。ゆっくり寝てね。ギターの練習でもしようかな。ギターでなんか弾いておすすめの曲ある？みんな練習しよう。ギターのまったり。よいしょ。樹海の糸、樹海の糸って難しいかな。メッキがダメなのかな。金とかちゃんとしたやつ買おうかな。なんかある？おすすめの。お、佐々木さん、おはよう。おはよう。蚊に侵された。蚊やだよね。かわやだよね。愛する人、愛する人を守るため、大切なものを築くため、海へ出たのね。嵐の中で戦って下手でごめんね。突風の中生き延びてここへ。下手だな。普通に弾こう。マウスピック、シャーシャー、あのピックがないとね、あの やりづらいんだよ。愛する人を守るため、大切なもの気づくため、海へ。ちょっと遅いな。ちょっと待ってね。海へ出たの。嵐の中で戦って突風の中生き延びてここへ来たのね。この港はいいところよ。朝日が綺麗な。わかんねえな。住み着く人もいるのよ。ゆっくり休みなさい。疲れた。ちょっと待ってね。愛する人を守るため、大切なもの気づくため、海へ出たのね。音程が取れない。嵐の中で戦って、突風の中生き延びてここへ来たのね。この港はいいところよ。朝日が綺麗なの。
住み着く人もいるのよ、ゆっくり休みなさい、疲れた羽をイエスイエスの、なんだろうこれ遅いな、ちょっと待ってね、イエスのだけど、トビウオのアーチをくぐって宝島が見える、頃何も失わずに同じでいられると思う、人は弱いものよ、とても弱いものよ。いい歌じゃない、すげえ好きなんだよね、コッコ。ちょっと練習させて、これ。愛する人を守るため、大切なものを築くため、海へ出たのね、嵐の中で戦って、突風の中生き延びてここへ来たのね、この港はいいところよ、朝日が綺麗なの、住み着く人もいるのよ、ゆっくり休みなさい、疲れた羽を癒すの、だけど飛び魚のアーチをくぐって宝島が見える、頃何も失わずに、音程取るの下手な、同じでいられると思う、人は弱いものよ、とても弱いものよ、愛する人の未来など遠い目のまま言わないで、声が聞こえる、中井くん、私の部屋へいらっしゃい、甘いお菓子をあげましょう、抱いてあげましょう、肩に近い顔してのね、そんなの知ってるわ、あんなに愛し合ったと何度も確かめ合い、信じてしまおう出たのね、だけど飛び魚のアーチをくぐって宝島に着いた頃、あなたの姫様は誰かと腰を振ってるわいらっしゃい、メリンゴ。人は弱いものよ、とても弱いものよ、そうよ、飛び魚のアーチをくぐって宝島が見える、コロナにも失わずに同じでいられると思う、きっと飛び魚のアーチをくぐって宝島に着いた頃、あなたの姫様は誰かと腰を振ってるわ、人は弱いものよ、そして儚いもの。
そう、ギター雑談だから。この歌すごい好きなんだよね。コッコの世界観が大好きなの。なんかこう、世界の矛盾した悲しみと自分の中にある矛盾の悲しみみたいなものが交錯するっていうか、すごい世界観。止まった手のひら、震えてるの躊躇して、この空の青の青さに心細くなる。信じるものすべて。ユンコおやすみ。ポケットに詰め込んでから、夏草揺れる線路を遠くまで歩いた。心に痛みがあるの、遠くで足キロを揺れて、あなたは雲の影に、明日の夢を追いかけてた私は、和の空で別れを思った。なんかギターっていいよね。すごい好き。ギターっていいよね。シンプルで。なんで笑うの？なんで笑うの？そんな下手？じゃあ最後に練習させて。Imagine there's no heaven. ん？知らない。 Imagine there's no heaven. ん？すごくね。 Imagine there's no heaven. It is if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine there all people giving for today. Yeah.Imagine there's no countries. It is in how to do. Nothing to kill or die for. And no religion too.Imagine there are people living life in peace. You. You may say I'm a dreamer. いや、俺のギターはアクティブ減るよ。But I'm the only one.
I hope that someday you'll join us and the world will be as well. ありがとう、下手な歌聞いてくれて。練習終わり。よいしょ。ギター上手くなりたいね。ただいま。ドラム配信もやりたいね。レッドイットビーやればよかったね。レッドイットビー最後にもう一曲だけやっていい？苦痛じゃなければレッドイットビーやりたいな。ちょっとレッドイットビーレッ OK だったら、聞いてくれるんならレッドイットビーやりたい。確かにレッドイットビーの方が良かったかもしれない。ダメだよね、もう聞くの辛いでしょ。多分リスナーさんが許してくれない。俺のギター練習はね、苦痛らしいから。やってほしい。ありがとう。じゃあやらせていただきます。レッドイットビー。できるかな？英語がね、わかんないからね。よいしょ。聞きたい。ありがとう。When I found myself in time of trouble, mother may come to me, speaking word of wisdom, let it be. これきついな。これは苦痛だね。これみんな苦痛だと思うよ、これ。In my hell of darkness, she is standing lying for me, speaking words of wisdom, let it be.Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Whisper word of wisdom, let it be. これがわかんないんだよね。 Let it be. これはダメだ。ごめんね。ごめん、無理だった。練習しときます。練習しとくわ。これはちょっと恥ずいやつだね。黒歴史をまた一つ作っちゃったよ。黒歴史作ったな。レイビーレイビー、恥ずかしさしかない。思ってたより良かった。ありがとう、振りを。癖になる。ありがとう、新井さん、ありがとう。ドレさんすげえな。今月100万稼ぐな、これ。ドレさん100万いくぞ、うん、やば。
たまに練習やってるよ。たまに練習やってる。閲覧がガクッと減ってるときは、あ、ワドギター弾いてるなと思っていいよ。うん、あ、こいつまたギターやってるわ。なんかね、ギターが弾けるおっさんになりたいなと思って。たまにいない？なんかいい感じにさ、その飲み会の席とかでギターをこうやってやっててさ、おい一曲歌えよーっつってる時に、あーじゃあ一曲みんなで歌おうっつって弾け、即興で弾けるおっさんになりたいの。いるじゃん、そういう、なんか何やってんだこいつ仕事みたいなさ、そういう余興おじさんになりたいの。なんかさ、沖縄のノリの三線とかそうだよね。みんなこう踊るじゃん、こうやって、うん、あの三振持ってるおじさんいるでしょ、飲み会の席に。ああいう味のあるおっさん見なくなったよね最近。安定してきた、うん、ゆっくりでいいからちょっと楽器を弾けるようになりたいなと思っていや、上手くなりたいよ。オリジナルソングを弾けるようになりたいんだよね。今の即興の気持ちをこう歌にできるようになりたいなと思って、うん、ドルさん終始一貫して放送スタイル変えないね。最近夜回り配信ないけど、いや放送スタイルだいぶ変わったよ。だいぶ変わった。あの特にトークの内容だいぶその俗っぽくなったっていうか、配信者っぽくなってきたね。あ、どうだろうね、半分じゃない、たっくん2億入るんじゃないの。別にふわっちだけで稼ごうとは思ってないけど、いろんなサイトをトータルで1億いったらいいなと思うけど、まあ運営さんにはあのふわっちの場合だとあの半分いくから、半分つうか3割ぐらいかな。全然俺運営さん稼いでいいと思ってるし、タッグを組んで一緒に頑張ってる感じだよ。オクプレイヤー出ないと面白くないでしょ。でっけえ夢掴もうぜみんなで一緒に。ニコニコンドリーム。ワドンさんのバイト先フワッチですか？バイトっていうわけじゃないけど、まあ仕事先はフワッチだと思っていいよ。俺の職業だから、みんなからチップもらって稼いで生計立ってるわけだから、俺の仕事、職場だよここは。今ナウで仕事中だよ。バイトね、バイトよりも稼げるようにだいぶなってきたかな最近は、うん、昔はバイトぐらいだったけど、今正社員以上に稼いでますよ。一日何発花火、いくらぐらいなんだろうね、計算してみようか。一日何発、まず1億円の花火の数が1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億割る、500円は1、10、100、1000万、10万、20万発割る、1日だっけ365日は1日547発だねやべえな1日550発ぐらいの花火が上がる計算。それが毎日1年間続くと年収1億。4月に YouTube の広告料一時下がったってニュースで見たけど、ふわっちの方稼げる。すっごい下がった、びっくりする。4分の1ぐらいまで下がったけど、今戻ったよ、広告料上がった。うん、できるかどうかじゃなくてやるかやらないかなんですよ。できるかどうかじゃない、やるかやらないかなんですよ。で僕はやります、うん、失敗してもいいと思ってます。できるかなできないかなって考えてるときは行動してないときなんですよ。僕は行動する男でありたい、
結構ふわっちやろうか悩んでます。やってみたらいいんじゃないの。悩む必要ないでしょ。合わなかったらやめればいいだけだし。何でもトライだよ。トライ&エラー、トライ&エラー。うん。行動して失敗して、行動して失敗して。うん。それでいいじゃん。シンプルにいこうよ。うん。昨日は何発上がったかな。昨日、わかんない。昨日何発上がったかわかんない。550発かける500円は、1日で30万しか稼がないで1億円いかないんだ。すげえな。1日30万稼ぐやつが1億円プレイヤーか。まあまあまあ、ふわっちの方がいいんじゃないかな。キャスで数ってるんだったら。うん。1億あったら何もしないかな俺。別に生活は変わんないと思う。多分ここに札束が置かれて着てる服がリッチになって、まあドバイとかになるんじゃないの。でも配信内容変わんないと思うけど。いや全然無謀だと思ってないね。うん。タックンは無謀だってことは、タックンには達成不可能なんだよ。俺はもうやるって決めたから。全然全然、むしろああそんなもんかみたいな。もう俺は億万長者になるって決めたんすよ。俺は配信者で億万長者になるって心に決めたの。そう。できるかできないかは俺次第なんだよ。周りの人が決めることじゃない。たっくんがそれが可能かどうか、たっくんの問題だから。でしょ？俺は配信で飯食えないって言われてても、全然食えてるから今。未来は変えられるんだよ。無謀でもいいじゃないか。俺は夢にかけるよ、自分の。自分の夢にかけてる。誰も傷つけるわけじゃないし、プランなんてないよ。プランなんてないよ。自分のレベルアップ、スキルアップを図っていけば必ず夢は叶うと思ってる。それが俺の生き方かな。戦略とか戦術とかなくてもいい。ひたすらまっすぐスキルアップして頑張っていけばいつか見えてくる。達成方法がわからないから、プランがわからないから夢って言うんだよ。でも俺は夢を叶えてきたから、プランとか戦略がなくても叶えてきたんだよ。芸能人とか株とかやらない。放送でね稼ぐの、配信で稼ぐ。俺はそう決めてる。配信で億万長者になる。和道っていうネームバリューで配信したね。和道っていうネームバリューを育てて年収1億円になる。そういう風に決めてるね。うん、楽しいよ。ギターのスキルは上げたいよ。40歳のゆいがさんの年齢までには夢を叶え。そうだね、10年以内って考えてるから、42歳までには達成したいな。その億円プレイヤーになるっていうのは。まあまあまあ、いいじゃないか。夢はでっかく。小さい夢を見ても面白くないからね。誰もが達成不可能だって思うことを成し遂げるってこそ夢だと思うから、ふわっちだけってわけじゃない。和道に付随する、例えば YouTube の広告料とかステッカー販売含めて、全部含めて和道っていうものを含めて1億円で俺はいいと思う。和道っていうコンテンツのトータル収入で1億円。そういう感じかな。配信に関わる全てのもの。俺が FX とか株とかやってもそれはまた別だと思ってる。そこで稼ぎたいわけじゃないんだよね。そうそう、和道っていうブランドね。ありがとうたっくん。生ポから億万長者が出たらね、社会貢献することになるでしょ。その分税金払うわけだから、日本に住んでる限り。俺はそうやってやってこうと思ってるよ。でっかい夢を見てる。
1億円貯める気はない。1億円稼いだっていう実績が欲しいのよ。貯める貯金とかは一切する気ないよ俺。そうじゃなくて、あの配信お金が欲しいわけじゃないんだよ。もうなんか配信ですげえことやったっていう実績が欲しいんだよね、うん、そうそうそう、俺は行動が全てだと思ってるから、意識がでかいだけだったら意味ないと思ってる、うん、俺は行動あるのみだと思ってる、うん、ありがとうちえちゃん、ありがとう。行動悩んでてもね、夢を描いててもね、机上の空論になっちゃうんだよ。でもね、行動をしたらね、行動は失敗するか成功するかの二択なんだよね。で、諦めなければ失敗も経験だからさ、うん、生っから大金になった一番有名な人はハリーポッターの作者だね。あのハリーポッターの作者は生活保護を受けてる時にハリーポッターを書いて、多分それが生っからあの生活保護を受けてて億万長者になった一番有名な人だと思う。世界中にね翻訳されて大富豪だからね、すごいよね。イギリスの人だっけな、多分一番有名な生活保護者だ。あの子供に本を買ってあげるお金がなくて、自分で物語を子供に楽しませようと思って自分の子供に向けて本を書いてたんだよね。 J.K. ローリングさんか。まあなんか海外らしいエピソードだけど、俺は日本でも達成可能だと思ってるから、バカみたいに稼ぎたいね。富を築きたい、うん、和道さんの知ってる限り生ポから成功した人って誰がいますか？あ、まあ夏子さんが今言った通り、あの J.K. ローリング、そのなんだろう、ハリーポッターの作者が多分一番有名だと思う。でもリスナーさんで億万長者で生ポになってまた億万長者に戻った人とか知り合いにいるから、全然実現可能だと思うよ。全然いるよ。やる気の問題でしょ。やる気の問題だよ。人生頑張ってれば何とでもなるんだよ。JK をローリング。生ポは通過点。生ポは通過点ではないけど。意外とね、金に関心はない。正直言うと。別に今の生活で全然余裕なんだけど。でも、なんか、その、億万長者になったら、その、それなりのステータスが手に入ると思ってんの。要は、その、どんなジャンルでも、どんな仕事でも、1億円稼いでたらすごいってなるじゃん。でも、月収50万だと、ああ、普通っすねってなっちゃうじゃん。だから、配信を知らない人にも通用するぐらいの実績って、やっぱ1億円かなと思ってて。だってここに札束があった方がさ、見栄えがいいじゃん。わかりやすいじゃん。こいつすげえなって。バカにもわかるようにしたい。幼稚園生でもわかるようにしたい。俺、ヒカキンってそういう存在だと思うね。うん、ギターは上手くなりたい、うん。そうそう。稼いだやつの世界が見たいんだよね、俺は。知らないことに興味あるから。ただ経験したいだけなの。自分の自己成長っていうのかな。で、それでお金が欲しいわけじゃなくて、結果が欲しいんだよね。で、結果で分かりやすいものってやっぱお金でしょ。うん、そうそう、年収1億ね。うん。生ポから自立したモデルケースになってください。頑張ります。はい。あんまりでも、その、なんかカテゴリーとか背負うつもりないけど。でもなんか生活保護の人でも夢があるんだとかさ、障害者でも頑張ればできるんだとか、なんかそういうのがあったらいいなと思ってる。なんかそういう風にやっていこうと思ってる、うん
まあ人がねどう思うかわからないけど、うん、本かける生ポが億万長者になったらどうだろうか、うん、将来の不安はないですね。ないって言ったら嘘だけど、バイト辞めるときとか、あと生活保護抜けるときは相当怖かったけどな。大丈夫かなーって。収入増えるかなーって。明日の保証がないわけですよ、この商売。うん。アイテムがないと食っていけないわけだから、人気商売だからさ。うん。2000万じゃやだね。うん。風船ありがとう。もっと稼ぎたいかな。だって日本で1億円稼いだら相当すごいって思わない？1億円相当すごくない？スーパースターじゃん。だスーパースターになりたいんだろうね、俺は。いや、もう戻りたくないっすね。正直もう、なんかビクビクお金に怯えて暮らすのは嫌ですね。物書きはどうだろうな。文才がないからな、俺は。まあでも出版の依頼とか来たら全然乗るけど、トライはしてみるけど、多分ね、物書きは向いてないと思う、俺は。自分で文章書いてて幼稚だなってすごい思うから、多分ゴーストライター使うだろうね。俺喋るから、それを本にしてインタビューしてっつって、ゴーストライター使うと思う。その方が面白いかな。自分で本書こうとは思わない。フリーランサーおはよう、アイテムありがとう、おはよう、うん、生ポはね、今年の1月1日だから、今年に入ったからはもう抜けてる、簡単に言うと、うん、自己啓発本、なんか、成功法則とかあんま語る気はないんだよね。なんか俺の生き様配信で見てって感じ。うん、だって本よりも情報量多いし、リアルなわけじゃん。本っていくらでも誇張できるから。まあ俺の生き様生で見てよ、みたいな。生活保護も跳ねのけてきたし。うん。ね、全部実績残してきてるから。俺の放送見てくれたら全部わかるでしょって。今のリアル、一番情報量が多くて一番熱いコンテンツは動画だから。なんか別にインタビュー生でもできるし。聞きたいことあったら聞けばいいじゃん。疑ってるんなら見りゃいいじゃん。俺の今全部見たら全部わかるっしょって。ふわっち生活保護者多いね。うん。会社起業して、いや、あのね、自分のやりたいことで稼ぎたいんですよ。昔会社やってて。で、あんま会社経営向いてなかったのね。で、俺はいつも言ってんだけど、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやりたいの。で、会社は好きなことじゃないから。だから俺は普通に気の合う仲間たちと好きな、ね、人と好きな場所、好きな時に好きなことを好きなだけやるっていうのが俺の生き方だから。だからごめんね、会社はできないわ。 FX とか株も向いてないし、いちいちセリフが臭い。それは俺が臭いからだ、うん、結構長かったね俺は、うん、3年ぐらいかかったから。3年じゃないか、4年かかった。4年受けてたね、うん、なんだろうね。まあだから生ポの人が少ないからじゃん。物珍しいんだろうね、多分。普通に生きてたら生ポにならないじゃん。珍しいんだよ多分。ケーキありがとう、トライパーティーありがとう、うん、でもあんまり別にどんな人でも生活保護になる可能性ってあるし、不安定な世の中だから今、あんまりその生活保護の人をバカにするとかそういう風潮は良くないなとは思うけど。リア凸の旅がねやりたいんだけど、リスナーさんとこの前相談して、今ね、関慎吾さんとのコラボ、香川さんとのコラボ、で、23日、明日か。明日は、捨て頃のオフ会、で、みゆきちゃんとのコラボ、愛子のコラボ、あとね、AV 監督をやる仕事、あと、FC2 かアベマ TV かまだ決まってないんだけど、公式サイトの MC、っていうように、もうすごい忙しいのよ。で、今旅に出れる状況がなくて、いつ旅に出ようってなってて、で、リスナーさんと相談したんだけど、やっぱ便所太郎方式になるよねっていう。
要はもうずっと外に出てる旅専属っていうよりも、あの3日間だけ北海道にいるますとか、そう定期的に旅をこのエリアで企画するみたいになっちゃうと思う。生ポで偉そうにしてる人は軽蔑する。いや別に俺は生活保護でも普通にあのなんだろう、自己承認の欲求とかさいろいろあるから、別に普通に人間として発言していいと思うよ。全然最近忙しいな。忙しいんだよ。そうだから旅に出たいんだけど、今優先すべきは旅じゃないのかなっていうのが今の判断なのね俺の。旅楽しみにしてる人もいるし、俺も旅やりたいんだけど、脚本っていうか全部だね、ストーリーボードと演技指導と、あとまあカメラをどっから撮ってとか、もう監督業で、もう俺の作品を作るっていう企画が進んでるんですよ。いやいや謙虚とかないよ、全然普通に話してる。ただまあ国の世話になったことは事実だから、いつかこの日本っていう国に恩返しするぐらいでっかく稼ぎたい。ワドンは生ポ受けてたけど、それ以上に国に貢献したなって言われるような、うん、今月いくら稼いでますか。俺50万かな、うん、今月50、うん、映画制作は何年後や。俺はね一生に一本映画作れればいいと思ってるから、一個一個夢叶えてて最後の夢でいいと思ってんの。子供の頃最初に見た夢が映画監督だから、一本映画を作れればそれでいいと思ってる、うん、今配信に没頭したいね、うん、配信者としてネームバリューをできるだけ上げたい、うんそうだね、1円でも多く稼いで、うん、で夢を与えたいですね。生活保護でも成り上がれるし、俺もなんか始めようって思える存在になってほしい。なんか夢とか希望を与えたいよね。それに一番手っ取り早いのは何かで成功することなんだよやっぱ、うん、何かで実績作ったりとか、何かで俺がいい思いをするとやっぱり頑張ろうって、生活保護受けてるよりもこっちの方がいいわって思わせた方が勝ちだと思ってるから。俺は日本に生まれてなかったら死んでたと思ってる、うん、こんな素晴らしい制度があって。俺はそれはね、生活保護を受けた時に本当にねほっとしたの。血税倍返しだね。だって1億円稼いだら5000万ぐらい納税しないといけないから、それでもあれでしょ、もう生活保護分なんかペイできるぐらい国に還元するわけだから、稼いで稼いで稼ぎまくろう。あのね、ご飯食い物を残すのやっぱ良くないんだよ。そのツイッターにも書いたけど、日本の食料廃棄問題ってすごいんだよね。だから飢餓を克服できないんだよ。あの食料の生産量ってもうすごい増えてるのに、それでも飢餓があるから、ツイッターよかったら見てみて。海外では生活保護あるんだけど、日本ほど優遇されてない。そう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 、日本国民にね、日本和道っていうのが日本から生まれてよかったなみたいになったらいいから頑張るよ。まあ日本のために頑張るわけじゃないんだけど、やっぱ借りは返さないとね。海外にも生活保護あるよね。あとね、アメリカだとね、あのフードバンクっていう制度があったりとかするから、うん、生活保護ある国あるよ全然。でも先進国だろうな、後進国は少ないと思う。多分そんな余裕ないでしょ、国自体が。警察官が賄賂するような国とかいっぱいあるからね、うん、トライパーティー風船2個ありがとう。生活保護は大病になって受けてる人もいっぱいいますよね。恥ずかしくないよ。そう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 なんだよ、いつどうなるか分かんないから。まゆさん、初見さんありがとう、コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください、よろしくです。国籍とか職業とか肌の色とか、いろんなさ多様性の中で俺らは生きてて、誰かをバカにするのは良くないよ。みんな一生懸命生きてるんだよ。でバカにすればバカにするほどやさぐれちゃうでしょ。嫌なんだよ俺そういうギスギスしたの。みんなハッピーになろうよ。ルーツおはよう、ルーツおはよう。みんながハッピーになってみんなが頑張れる社会作ろうよ、うん、みんな頑張ってるんだよ。でも俺が億万長者になる一番の近道教えてあげようか。みんなが億万長者になることだよ。ここにいる100人が億万長者になったら、俺は一瞬で億万長者になれるよ。
だからみんなも稼いでね。みんなで夢叶えよ。俺だけじゃ無理だから。みんなが億万長者になるぐらいじゃないと。俺はそのつもりだから。みんながバリバリ稼いで、バリバリね、稼いで、ワノに、おい、チップだって100万円くれ。カナダ夫婦で保護費50万ある人いる。わざと外で生活。へえ、カナダすごいね。サスクイードありがとう。障害者をバカにする人を障害者だと思う。そうなったらどうなるの？だってみんな億万長者だったら俺に100万円ぐらいアイテム投げるだろう。余裕で。その方が早くね。だから俺も頑張るからみんなも頑張ろうよ。それはね、投資家の人とか、自営業やってる人みんなに言ってんの。そう。俺のリスナーも金持ちになってもらわないと俺が困るって。他力本願ってわけじゃない。チームだから。ルーツさん花火ありがとう。だってそうじゃん。みんなで金持ちになった方が楽しいじゃん。いや、養分とかそういう利用するって考え方じゃなくて、だってそうじゃん。みんなが金持ちになってハッピーになって俺もハッピーになるって。金が循環するじゃん。それがバブルってやつだから。それがバブルなんだよ、うん、誰も損しないじゃん。みんなやりたいことやってさ、ガンガン稼いで、でオフ会でドンシャン騒ぎしてた方が楽しくね。そうだね。物価指数跳ね上がるね。いいじゃん、うん、日本が豊かになるってことはいいことだよ。またもう一回景気よくしようぜ。ガンガン金回そうぜ、うん、そうそうそう。物価上がっていいんだよ。ハイパーインフレだよ。ハイパーインフレ。ガンガン稼ごう。バブル時代に生まれたかったな。ジュリアナ東京とか流行った時代。俺の父ちゃんの上の世代だからな。和道さんも幸せをたまに還元してね。俺はいつも言ってるけど、俺は配信でしか返せないから、体張るぜ。命がけで戦ったりとか、真冬の海で江ノ島まで渡ったりとか。俺は笑いで返すから。みんながゲラゲラ笑うっていうのが好きだから。こいつバカだな、和道バカだな、つって、捨て頃出たりとかさ、いろいろ体張っていくから。みんなはコメントで幸せ、いいことあったら俺にシェアして。金持ちになるためには和道を見てる暇ないわ。そして金持ちになった時配信すら見てたぞ。違うんだよ、サノゴラム。違うんだよ。資本主義って面白いんだけど、金持ちになればなるほど時間が豊かになるんだよ、うん、分かってないね。だから金持ちいっぱいいるんだよ。本当の金持ちは時間も余裕あるから。違うんだよ、うん、それはね、働いてっていうね、そう。みんな資本主義って覚えておいた方がいいけど、現場が一番辛くて、現場が一番給料高い、安いの。一番きつい仕事をしてる現場の人が一番給料安いの。で、一番上にトップにいる層っていうのは、時間に溢れて何でも自由で、で、お金がじゃんじゃん入ってくるの。それが資本主義だから。私、和道さん嫌いって他の配信で言ってたけど、リスみたいな笑顔を見るようになって好きになった。違うんだよ、ルーツさんはね、多分俺の放送を見たことがなかったの。絶対そうだよ。実は食わず嫌いをしてる人ってすごく多いんだよ。で、イメージの世界でこいつこういうやつに違いない、こいつは悪いやつだっていう偏見で見てたんだよ。で、あれ見てみたらなんか違うわって気づいただけなの。それでしょ。そうそう、貧乏、暇なしね。ペラチオビーさんいらっしゃる。絶対そうだよ。ルーツさん多分ね、見たことなかったのにディスってたんだよ。で、ちゃんと30分見て、あれ全然私イメージと違ったわって気づいたパターンだったと思う。大体そうだから。時間にも心にも余裕ある。そう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 。猫の子さんね。そうだよね。本当のリッチっていうのは時間もね、何もかも。Wi-Fi いらっしゃい。だってロハコさんと付き合ってます放送しか見たことない。でしょ？うん。だからゴシャブ事件でしょ。頭の回転早いかな。どうだろう。うん。そうそうそう。それが資本主義なんだよ。シエさんありがとう。和道さんの声落ち着く。さあ、そろそろ3時間目のアイテムタイムに入りたいと思います。応援してくれる人、チップを投げていただけると嬉しいです。応援してくれる人はアイテムよろしくお願いします。よろしくです。
フォローがまだの人はね、スワッチもぜひフォローしてください。Twitter、Facebook、YouTube もチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。LINE とかもね、公開してますので、僕に直接メッセージのある人、ステッカーを買いたい人は、ぜひ、LINE にメッセージをください。よろしくお願いします。アイテムをね、1時間に1回アイテムタイムを作ってるんですよ。面白かったよっていう人とか、ぜひ、アイテムタイムよろしくお願いします。花火ありがとう！ルーツ花火ありがとう！ルーツありがとう！来た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 。アイテムタイムを作ることにした。ありがとう、ルーツ。ありがとう。あざ。ありがとう。うまいこと、シンさんいらっしゃい、楽しんでて、えぐい。じゃあこれはね、雑談を楽しんでもらうためなんだよ。雑談に集中してもらうため。だって俺チップがないと。アリスありがとう。アイテムタイム真似していいよ。ありがとうございます。花火2発。ルーツさんありがとう。風船5個ありがとう。だって俺こうやってやってかないと食っていけないもん。だから俺仕事なんだからしょうがないでしょ、うん、こじらないと生きていけないんだ。ありがとう。花火2つ、ルーツさんとアリツさんから花火いただきました。あとね、風船5個ありがとう。いや課金してほしいよ。そりゃそうでしょ、うん、ロハカさんいらっしゃい。髪すごく綺麗。そろそろ切ろうかなとか思ってるけど、うん、あなたはすごいわ。ありがとう。いや、アイテム何でもいいよ。ほんと気持ちだから。ちえちゃんありがとう、ハート。そうそう、1時間暇つぶしができたわけだ。だってゲームセンター行っても1時間100円で暇つぶしできないでしょ。居酒屋行ってもさ、3、4000円かかるわけだよ。だからさ、1時間暇つぶして楽しかったわと思ったら、風船1個1円でも投げてもらえると嬉しいのね。もし面白かったらでいいよ。なんか和道のこと応援したいなと思ったらさ、風船1個でもね、お金に余裕のある人は花火投げてくれてさ、そうそう、そうやってやって俺は生活させていただいてるから、一生懸命その会社喋るからね。天才こじリスト。ロハコさん、アイテム限定アイテムタイムやってほしい。そう、闇金牛島くんに出てきそう。どうだろうな。今最高の人生ですね、最高の人生。俺の人生は始まったと思ってる。毎日がキラキラしてて、毎日が楽しくて、毎日やりたいことだらけで、こんな人生今までで今一番楽しいね。32年間の中で俺が今一番キラキラしてる。アレファムさん、うん、待ってるよ。俺は今最高に輝いてるね、うん、すごい楽しいよ、毎日が。幸せで溢れ返ってる、うん、もっともっと幸せになりたいし、もっともっとやりたいことをやりたい。俳優俳優やってみたいかな、一回。いつから？うん、そうなの、ここ3ヶ月4ヶ月ぐらいかな、うん、ここ3ヶ月4ヶ月ぐらい、もう本当に最高の人生になってきたね。それこそ3年前に思い描いた、そうね、生活保護だって一番苦しくて、それこそホームレスの時に思ったことなんだよ。こうやって俺の人生こういう風にしようって。だんだん叶ってきた。まだまだ先があると思ってるから、もっともっと貪欲に行きたいかな。そうだね。やっと自分の足で自立して立てるようになったから、俺の人生はこっからが本番だと思ってるね。まあ毎日が本番なんだけど、練習なんて人生にはなくて、毎日が本番なんだけど、もっともっと輝きたいかな。うん。俺が輝かないとリスナーさんがね、楽しめないと思ってるから、本当に輝きたい。ぐのこっちお帰り。
ハンバーグありがとう、ゴーさん。ハンバーグ10個ありがとう。うん。もっともっと貪欲に、幸せになっていいんじゃないかなって。で、もう最終的にはなんか、才能がある人を見つけたら、投資できるようになりたい。こいつを育てたいとか、こいつを見守りたいっていう。年取ってからね、それは。なんか若くて、自分に似たような人を見つけたら、俺ナルシストだよ。うん。だって俺の人生は俺にしか生きれないもん。俺っていうストーリーは俺にしかできないんだ。俺にとって自分が一本のフィルム、映画だとしたら、監督は俺だし主役は俺だから。だから最高の仲間たち見つけて、ヒロイン見つけて、一本の最高の映画作るんだよ。俺は人生は映画だと思ってるから。ロアコさん花火100発タイムとかいう無理 G 企画いい。ロアコさんふわっちでどれくらい稼げてんだろう。なんか課金の方法がわかんないとか言ってたから、半年後に消えちゃうから気をつけた方がいいよ。最後のビジョンは、あの生き方とイコールで、まあたっくんさっきも言ったんだけど、俺は今日が最後の日だと思って生きてるの。今日人生最後の日だと思って何をやるべきかっていうのを考えて生きてて、うん、だから今やってることっていうのは最後だと思ってやってるよ。毎日毎日。だから夢に向かって走る。とことん突っ走る。うん、もうその夢、その自分のやりたいこととか夢以外のことをやってる時間は全て無駄な時間だから。だからマンダラ的な思想っていうんだけど、今と最終形が矛盾しないように気をつけて生きてる。うん、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやる。それがたまたま今配信で、好きな人っていうのがリスナーさんで、うん、ただそれだけ、うん、俺は今やりたいことをやってるよ Now。 それが配信、それが俺の生き方、うん、いやすごい難しかったよやっぱ若い頃は。でも先輩が言ってくれたの、好きな人の夢っていうのは簡単な理屈なんだって。好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやるんだよ。この誰といつどこで何をいつまでが違うだけなんだって。それが夢なんだよって。だから夢っていうのは人によって違うと。お前は好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやるためにお前は生まれてきたんだって。うん、リスナーさんはバカじゃないよ、うん、ちゃんと見てる人間だもん。だからお前はそのためにそれを勝ち取るために生まれてきたんだって、うん、なんだアリスは俺のこと好きなのか。俺は言ったけど他の男になびいてる女は嫌いだよ、うん、店長がとかヒカルくんがとかダメだよ、うん、俺のこと好きなら俺にズブズブに惚れてる女じゃないと俺はそばに置きたくない、うん、どれだけお前が俺のこと惚れてるかっつって、お前は俺の前で店長が好きだっつったからね、うん、ダメだよ。俺にズブズブにもう全財産貢ぐぐらいじゃないとダメだよね。もう何もいらない。和道だけ手に入ればいいって。私のそばにいてって。あなたいいわ。ありがとう、たっくん。でも別に他人の評価を気にして生きてるわけじゃないよ。意外と。意外と他人の評価を気にして生きてるように見えてるけど。実はもうほんと自由にやってるだけで、その自由奔放さにね、なんかこう共感してくれる人がね、あ、オーナーか。まあ恋大きい女だからな、アリスは、うん、だからもう本当に徹底して毎日唱えてる。好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやる。それが俺のライフスタイルだ。もし共感してくれたりとか、そのバカみたいな夢を叶えてくれるとか協力してくれるんだったらシェイクハンドしようよって、うん、俺のバイブレーションを感じ取ってほしい。そう、耳かっぽじってジャックインしてほしいの。チューニング合わせてほしいの俺と。そう、俺の音楽聴いてって、俺のバイブレーション聴いてって。暇だから恋すんの。ヒカルさんの YouTube 見ました。チャーハン食べなくてかわいそうだった。ヒカルさん、金梅さんに一言。あ、チャーハンの欄ね。あ、仲良しだ。
あの信頼関係は羨ましいよ。そうそう、シェイクハンドでもハグでもいいし、俺の夢を叶えるかどうかはリスナーさんに俺はかけてるし、俺は未来にできるリスナーさんを信用してるから、今ここにいる信じてくれてるリスナーさんを全面的に信用してるから、本気でぶん投げてるから、俺は夢を見る、そして俺の夢を叶えてくれるリスナーがここに集まってるって思ってる。旅いつからやるの？ずーっと言ってるんだけど、今ね、一回しか言わないよ。香川さんとのコラボ、関慎吾さんとのコラボ、捨て頃の打ち上げが23日。で、沖縄に行くっていう、ヒカルくん、キンバエさん、パルパル、テルチャンピン、ルルピ、ララピ、ココロちゃんとかと沖縄に行く企画。で、あと AV 監督の仕事とか、LINE、アメーバか FC2 公式がわかんないけど、MC やらないかっていう仕事とか、溢れ返ってるんですよ。要は捨て頃バブルで。で、旅がやりたくてもできないんだよ、正直。だから、便所太郎さん方式を採用しようと思ってて、なんつうんだろう。この期間は沖縄にいます。この期間はリアトツ町で、北海道にいますとか、そういうスタイルでやらざるを得なくなっちゃってるの。いっぱいあるの。で、もし、なんつうんだろう。コラボとかがなくて、もう要は廃れてきたら旅にやればいいと思って。優先順位は旅が目的じゃなくて、俺はいつも言ってるけど、10万人のリスナーさんと出会うことと、映画監督になることと、まあ、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやるのが俺の使命だから、そっからブレたくないのね。だから旅の優先順位が下がってきたっていうのがリアルかな。どう？納得できた？関慎吾さんはね、結局偽垢だったんだけど、本人とは LINE でやり取りしてるから間違いない。どれの捨て頃バブルは終わったのに。いや、俺も終わったよ。別に。ていうかね、捨て頃バブルは俺そんなになかった方だと思う。前から閲覧200ぐらい安定だったから、捨て頃の前から。あんまり、捨て頃、捨て頃お疲れ様って言ってアイテムいっぱいもらえたけど、あんまり閲覧は変わってないかもしれない。今、小学生の将来の夢に YouTuber がランクインしてるくらいだからね、ワドさんの配信がリスナーの夢にならん。未来の子供たちにね、ワドみたいになりたいって言われたら俺は感動して泣くかもしれない。ワンピースのさ、シャンクスがさ、ルフィにあげるんだよ。じゃあお前の、じゃあお前にこの帽子を預けるって。だから俺もそう、シャンクスみたいになりたいよね。じゃあお前にこのメガネを預けるっつってこうやって。それ面白くない？未来のこのルフィみたいな。俺も和道海賊団に入りたいって、和道旅団に入る、配信王になるっつって。まだダメだ。じゃあお前にこのメガネを預けるそういうバカっぽいことやりたいの、そういうね、なんかそういうキッズが出てきたら俺は嬉しいかな、会話が途切れずに話せるのは、はい、仕事だからだね喋らなくなったら俺は終わりだと思ってるからこれは結構ガチで喋る訓練っていうのをしてるんですよ。なんかね、配信者ってね、素人の暇つぶしだと思われてるのがすごい尺で、すごい練習とかもしてるし、技術も磨いてるんだよ。俺なりに。30分間喋、みんなね、素人のリスナーさんがここに座って、30分間喋った後、枠切った後、疲れたっていう。こんな勢いで喋ってるんですねって。生で見てないからね、わからないだけでね、すっごい大変な作業だよ。30分間一人でさ、パソコンに向かって喋ってごらん。配信がいかに大変かわかるよ。素人の暇つぶしじゃないんだよ。売れてる配信者はね。まあ、売れてない仮想配信者は知らないけど。もちろんもちろん、ヨーダさんいらっしゃい。赤髪の和道。赤髪寄り目の和道。俺はトーク、自分自身の人生を売ってるんだよ、配信で。俺にはプライバシーとかほとんどないんだよ。どうだろうね、ゆいがさん。まあ、人と比べてやってないから。俺は俺だからさ。人のことはあんまわかんないよ。それはゆいがさんに聞いてみてよ。ゆいがさんがどう思ってるかは。俺の考え方とゆいがさんの考え方が一緒だったらおかしいと思う。
あれ俺リストバンドどこやったんだろう。リストバンドなくしたな。どこ行っちゃったんだ。まあいいや、後で探すか。いや俺はね配信ほとんどやらないね。転職どうなんだろう。配信が好きで好きでしょうがない。なんか転職とかあんま考えたことないけど、こんなに面白い世界っていうか奥の深い世界って感じたことなかったし、この世界で俺は自分を極めたいと思ってて、修行になるんだよね自分っていう生き方の。俺は配信が大好きだよ。配信にズブズブになってるよ。だから金梅さんと言ったんだけど、金梅さんが和道くんって起きた瞬間に配信開いてるでしょって、はいって24時間ずっと垂れ流したいよな本当はって、はいって。それが俺と金梅さんが感じてること。光くんは分かんねえっつってたけど、俺と金梅さんは全く一緒。目と目で通じ合ったよ。努力じゃない、好きなことをやってるだけ。うん、そう、もうずっと垂れ流したい全てを。でもそのやっぱプライベートとかどうしてもあるし、人ね、あの彼女とかいたりとかあるでしょ。だから映せなかったりするんだよ。お風呂入ってる時も映せないじゃん。うん、はい、23、お前俺のなんかアンチだな、ブロックです、さよなら、うん、はい、こういうのはいらない俺のリスナーに。ただ風評被害がしたいだけな。雑談たぬきでも2チャンネルでも勝手に活動してください。寝配信でリスナーさん、ベンドさんの寝配信見たことないな、面白いの、うん、ベンドさんの寝配信か、見たことないな。頭は良くないと思うんだけどな。頭良かったら大学出てるはずだし、賢かったら。まず中卒っていう判断をしてる時点ですげえ頭悪いと思うんだよ。日本社会で生きてく上で学歴東大とか出てたりとか大学出てた方が絶対有利なんだよ。だから極端なバカだと思うよ俺。だから日本社会で学歴社会なのになんでお前学校行ってねえのみたいな、うん、頭良くないと思うよ俺が。本当に頭良かったら官僚になってるもん。東大出て。頭悪いから配信やってるんだよ。でしょ、うん、ここは人生の墓場って呼ばれてんだよ。海賊みてえなもんだから。アウトローでしょ。アウトロー。切れすぎてる。それは勘違いだよ。うん、絶対にそんなことないよ。俺は自分で自分のこと頭いいと思ったことは一回もない、正直。バカだからこういうことやってると思ってるね。でもね、俺が恋人なのか友達なのか仲間なのか家族なのかただの配信者なのかを決める権限があるのはリスナーさん個人個人だと思ってる。できればみんなの恋人でもありたいし、友達でもありたいし、親友でもありたいし、家族でもありたいし、そういう思いで俺は配信やってるかな。頭いいか、俺本当に頭いいなって思ってる人いっぱいいるから、こいつにはかなわねえなって。同級生とかでもすごいいっぱいいるから、あんまりね、頭の良さが売りじゃないんだけどな、俺。どちらかっていうと、俺自分自身で誰にも負けないっていうのは、頑固さだと思ってるの。本当に頑固で、本当に情熱的な男なんだよ。うん、まあね、苦しかったけど、本当に助けられたから感謝してるよ。俺は間違いなく日本じゃなかったら死んでたよ。のたれ死んでたよ。仕事も見つかんなくてやさぐれて、それこそ本当にね、
あの悪いことやんないで生きていけないぐらいまで追い詰められたから、俺をこうまともにしてくれたのは日本だったからだと思うよ。本当に良かった、日本に生まれて。俺はこの国は誇りに思うよ。こう日本人に生まれて良かったって本当に思った。まあなんかね、変にディスられたりもするけど、あ、それはそれでしょうがないかなって、うん、一生懸命頑張ってきてよかったよ本当。何回も心折れて、もう配信向いてないと思ってやめようとかいろいろ思ったけど、本当によかった。俺は配信、自分を信じてよかった。苦しい、本当に苦しかった。それこそ本当に自殺しようと思ってたんだもん、うん、もう死ぬしかねえのかなって、社会に居場所がねえのかなって、本当に苦しかったよ。あのその苦しみはね、そこまで追い詰められた人間しか分かんないと思う、うん、経験したことない人には絶対分かんないぐらい本当に追い込まれたね。まあ自分で蒔いた種だからしょうがないんだけど、でも自分の力じゃどうしようもなかった本当に、うん、まあ分かって、いつも言ってんだけど、分かる人に分かればいいっていうのが俺の考え方だから、分からない人には分からないし、うん、別にね、全世界の人々に共感されようなんて思ってなくて、うん、あのイエス・キリストですら異端だって言って殺されたし、病気だったんじゃなくて俺精神病だよ、うん、その時どうやって過ごしたの。だからもう漫画喫茶で半年間ぐらい、そのネットカフェ難民みたいになって、で数ヶ月後に親父から偶然連絡かかってきて、親父が調べて俺に電話かけてきて、で親父の家に住むことになったの。あの小学2年生の時離婚した親父だったのね。で親父のことリスペクトしてて、お前どうしようもないなら家来いって言ってくれて、でおばあちゃん、俺のことを大好きだったおばあちゃんと生活することになったんだけど、おばあちゃんが認知症になってたのよ。で夜中ばあちゃんが起きたら泥棒って叫んで、要は大きくなりすぎて俺のこともう誰だか分かんなくなっちゃった。調子のいい時は覚えてんだけど、高光って言って、でもばあちゃんに泣きながら止めたのよ。高光だよって、俺だよって、親父の子供だよって言って、ばあちゃん俺だよって言っても、もうボケちゃってるから、警察に連れてくとか警察呼ぶっつって徘徊し始めたって。でも泣きながら親父に電話して、頼む助けてくれっつって、夜中の2時か3時に、で親父がなだめてくれて、でその時にもうここは俺の居場所じゃないって気づいて、本当にありがとうっつって、本当にありがたいけど絶対死なないし、俺もう大人だから大丈夫だからっつって、もう時間が経ちすぎてるわっつって、泣きながらもう荷造りして、そのまま始発でまた満喫に戻って、でもう漫画喫茶の若い女の子が笑ってるんだよ。本当にまたこいついるよって、何ヶ月いるんだよって、もう分かるのよ空気で、バカにされてんのが。でも悔しくて、で履歴書書いていろんなところを送って、でも住所が違うっつって、あとそのなんでこんな働いてねえんだって、こんないい年してっつって、で仕事も決まんなくて、でもネットでそのいろいろ検索してって、あもう死ぬしかねえなと思って、もう終わりだわって本気で思って、そう。でその時に親父から一枚のチラシ渡されてて、東京都のその2年間助成金が出る最後のなんかこう仕事ができますよっていう、その介護なんだよ、要は若い人を介護してみませんかって。で資格取るまで全部都がバックアップしてます。その代わり3年間は絶対就職してください、そしたらただに助成金でただになると。でもこれしかないっつって、実際都のあの施設に行って書類を書いてたの。でもこれしかないと思ってたのよ。でもう正直きついっすよって、あのうんこもね拭かないといけないし、お風呂も入れないといけないし、ボケてるおばあちゃんの介護ってすごい大変ですよって、いやもう自分これしかないんでって言って全部話して、そしたら向こうは若い人が 2,30 人募集してんだけど、若い人が2人しか来なかったの。でも喜んでくれて、ぜひやりましょうっつって、絶対受かりますって言って、で俺は正直もうやっと仕事できると思って安心してたんだよ正直言うと。そしたら最後の最後の書類審査の時に書類持ってって、もうそれが最後の日だったの。もうトントン拍子に4回5回って通ってて、1ヶ月ぐらい通ってたから絶対通ると思ってたの。絶対通るって言ってたし、
募集要項人数が2人しかいないから30人に対して。でその時最後に言われたのがごめんなさいって履歴書見て、これあの都のサービスなんです、千葉県の人は無理なんです、要は俺住民移してなかったの、え、じゃあ今から都民になるよって、ごめんなさい今日じゃ間に合わないですって、今もう区役所もう閉まるし今から住所変更しても無理ですって言われちゃったの。でも死ぬしかねえと思ってすっげえブチ切れて怒鳴ったの。俺のせい、その人悪くないんだけどふざけんなよっつって、なんだよっつって早く言えよって言って、もうその人全然悪くないのにもうやさぐれちゃって、あもう死ぬしかねえわって思ったよ本当に、うん、天涯孤独、いや親父とはたまに電話とかしたり2年に1回ぐらい会ってるよそれでも、うん、そう、そんな人生だったね、辛かったよ、みすぼらしかったしね、そこそこ金稼いでたのになんで俺こんなことなってんだよみたいな、すげえ辛かったその時は、うん、ごめんね暗い話しちゃって、うんうん、いや辛かったよ正直、うん、こんなの自分、こんな人生俺の人生じゃないって、本当は俺の人生なのに逃げたよ、こんなの俺の人生じゃないって、こんな漫画喫茶で硬い床でブランケットを羽織りながら凍えて生活してたんだよ、もう寒くて、うん、カップラーメン食って、その後もう死ぬ、もうね最後死のうと思ってて、本当に今でもあるかな、まあいろいろ本とか読んだりしてたんだけど、最後気になったことが、薬飲んでるよ、あの最後一個気になったのが、要は前科者っていうかさ、俺刑務所行くと思ってたんだよ、で俺と同じ境遇の人いっぱいいるはずだと思ったの、要は前科刑罰受けた人とか留置所上がった人どうやって生きてるんだろうって気になったじゃん、いやだからそれが漫画喫茶、あのネットカフェ難民だった頃ホームレスでしょ、それがホームレス3回やったホームレスの最後のホームレスなんだけど、あのねみんな覚えておいて、ちょっと話ずれるんだけど、ホームレスって家庭がないホームレスなんだよ、家がないだったらハウスレスなんだよ、みんな家がない人のことを言ってると思ってるでしょ、ホームレスって家庭がない人のことホームレスなんだよ、家がないだったらハウスレスでしょ、違うんだよ、帰る場所がない人のことをホームレスっていうの、これは俺はホームレスになったから分かったの、なんでハウスレスじゃないんだろうって、あ俺帰る場所ねえやって、家族がいねえわ、なんか家族とか仲間とか帰る場所があったらホームレスじゃない、誰かが助けてくれるから、爪切ったら肉切ったら大丈夫で、なんだっけ、でその前科者がどうなったかっていうのを2ちゃんのスレとかにたどり着いたのよ、そしたらみんな生ポ生ポとか言ってんの、もう生ポしかないとか、生ポ生ポ生ポって書いてあって、生ポってなんだと思って、で検索したら生活保護って、で生活保護って聞いたことあるなって、で次の日には申請してた、そしたらもう状況すぐ分かってくれて、申請許可下りるまで3週間か2週間かかるって、いくら必要って言われた、まあ漫画喫茶代金を伝えて3万ぐらいあったら生き残れますって言って、飯も食えるのっつって、じゃあ今出すわっつって3万円すぐ渡して、とりあえずこれで生き延びてくれって言われた、でその3週間後か2週間後にもう家を用意してくれて引っ越してくれって、でそっからホームレス、あホームレスじゃなくて生活保護者になった、その時の部屋残ってるかな、写真、その時の部屋の写真とか残ってるかな、ちょっと待って、残ってたら見せたいな、その人生再スタートした場所見たいでしょ、みんなも生活保護者がどんな部屋行くのか、いやーもうジェットコースターあまりのね高低差だよね、自分の人生は、だから六本木ヒルズの最上階からさ、ホームレスまで経験してるからね。いやー、就職っていうかお金、別に30歳でも働こうと思ったらいくらでも仕事はあると思ってる。気持ちの問題だと俺は思ってるかな。本気で。稼ごうと思ったらいくらでも稼げるよ。チャンスは眠ってるよ。ただね、やりたくない仕事とかが多すぎるんだと思うよ。本当に
俺はこれやだあれやだって選んでるだけだと思う、うん、手段選ばなければ何でもできると思うし、まあ難しくはなるのは当然だよな。20代と30代どっち使うっつったら20代経営者だったら使うもんな。でもやる気を伝えたらね絶対大丈夫だよ。六本木ヒルズに住んでたんじゃなくて、六本木ヒルズってあの一番上のオフィスビルのところの最上階ってヒルズクラブって言うんだよ。でヒルズクラブって年会費350万払ってる人しか入れないその特権階級のあのクラブになってるの。そこでスピーチをした。だからそのヒルズ族ってヒルズに住んでるわけじゃなくて、俺の場合はね、あのヒルズクラブに出入りしてたってこと。そこであのスピーチとかやってたのよ。これがそうだね。これがだから捕まる前、要はホームレスになる前、社長やってた頃なんだけど、こんな感じだったのよ。これはそのヒルズでさスピーチした時の俺、バリバリ稼いでた頃。よく成金とか言われるんだけど、これ見せるとフレッシュでしょ。これがね20何歳の時だろう、27かな、27かな、住んでたわけじゃないよ。あるかな写真、ちょ待ってね。あ、ここがね、生活保護からやり直すきっかけの部屋だね。あったあった。ちょっと待って。写真出てきたわ。ここで俺は人生のやり直しをし始めた。安心感半端じゃなかったよ。ベッドと布団がある。ベッドと布団がある。で泣くっていうのは俺はすごい感慨深かった。これが俺の生活保護の時にその日に撮った写真だね。この部屋狭いけどすごい、テレビがあって冷蔵庫が、小さい冷蔵庫があってタンスがあってハンガーがあってベッドがあって、これ一番奥から撮って、この部屋2畳か1畳か分かんないけど2畳半ぐらいかな。これはここで再スタートだね。ここは人生の再スタート場所だった、うんうん、この時何してた？この時はネットワークビジネスやってたよ俺は。あとルームシェアの仕事やってたね、うん、まあ仕事は選ぶわな、うんうん、あごめんこじこじ代表さんどうもコメントスルーしてごめんね。もしよかったらフォローしてください。フォローまだの人がいたらぜひ応援してくれると嬉しいです。フォローされるとねすごいやっぱ励みになるんで、皆さんフォローよろしくお願いします。頑張ります。ああ小さい押し入れだったんだ、うん、辛かったね。あまあね、夫婦やっぱパートナーがいるとねやっぱ慎重になるわな。俺は一人もんだったからあれだけど、波乱万丈でしたね本当に。いや今でも波乱万丈だと思ってるけど俺の人生は本当俺じゃないと生きてこれなかったと思ってる。こちこち代表さんフォローありがとう、 Thank you、 これからもよろしくお願いします。いやもうホッとしちゃって、こういうことなんだと思ったよ。もううわーって思った、自分の部屋ができたっていう感動、ファーって寝れるって、もう何にも考えないで寝れるって、とりあえず生きれると思ったらもう涙出てきてバタって寝たよね、バタって、うん。でとりあえず言われたのが、もう精神状態が多分血走ってたんだよ俺。この新宿区役所に行った時、血走ってて生きるか死ぬかだったから、
もう精神状態やばくなってたのよ。だから言われたのが1ヶ月何も考えるなって言われた。本当に命だけは保証するから、もう今でも感謝してるよ、新宿区役所の人に。もうとにかく今何も考えるなって、1ヶ月生きることだけ考えろって、何にも考えなくていい、悩まなくていいって、とにかく1ヶ月飯を食って休めって言われた。それくらいもう人殺す目してたと思うよ多分、飢えてて。だからもう休んでって、で1ヶ月後また来てくれって、お金を渡すから、その時はゆっくり話をしようって、これからのことを、仕事もそうだし何もそうだし、うん、ゆっくり考えようねって、うん、スカの部屋何これ、おはよう、スカーレット3号。なんだろう、これは。何これ、すげえな。何これ。スカーレットってこんな感じなの、部屋。やば、何これ。すげえ部屋だな。金持ちなの。何これ。引くわ。マジで。ノーネームおはよう。初見さんおはよう、アーミさん。もしよかったらフォローしてね。コメントありがとう。その当たり前のような、いや違う、当たり前の反対語がありがたいだから、ありがとうだから。あることが難しい、感謝の気持ちってあることが難しいことをありがとうって言うのよ。だからありがたいって思わなくなった時、当たり前だって思った時だよ。俺はだから布団で寝るっていうのがありがたいと思ったよ。俺は布団で寝れなかったんだもん、数ヶ月。うん。だから羨ましいよ本当に。ここに部屋に引っ越した時なんで布団持ってなかったから段ボールで寝てたんだよ。今じゃありがてえよ今の生活。うん、うん、ありがてえ、フォローありがとう。すげえ部屋だな、スカーレット。金持ちだね、スカーレットの部屋すごいね。金持ちだな、笑うわ。だからまあその大変だったけど、悪いこともして失敗もして挫折もしていろんなことを経験してきたけど、前向いて生きててよかったって本当思う。そんな俺が配信で食えてるんだよ、そんなクズみたいな俺が。だから配信大好きだよ俺は。アミフォローありがとう、よろしくねこれから。うん、浅井さんは、いや違うよ、浅井さんはもう一軒家つうかアパート借りてるよ。いやいいんだよ、気づけるか気づけないかはその人の生き方の問題だから。うん、気づく人は気づくし、気づかない人は気づかないから、何言っても。だから人の生き方に指図するつもりはないよ俺は、自分がそう思っただけだもん。でも本当に幸せだと思ってる、本当にいい人たちと出会ったし、まあいろいろ苦労したけど、まあ良かったよ配信始めて。うん、だからなんかねちょっと泣きそうになったもん、生活保護抜けるとき喧嘩したおばちゃんがいるんだよ、俺の担当の。あなたが本当に配信で生活保護抜けるなんて、私この仕事長いけど初めてだって、泣きそう、涙うるうるしながらおばちゃんに言われたのよ。あのいろんな人見てきたけど、あんただけだよって、あんただけだよって、有言実行したのって。生活保護抜けるってすごい、みんな堕落してるんだよって、あんたはやったよって、それ私が一番感動してるって言われた時にちょっと泣きそうになったの。雨降ってても外で寝るなんて辛いですよね。だからね、だいたいホームレスの人はね、だいたい屋根を、あの、河川敷のさ、あの、橋の下とかで寝るんだよ。屋根があるところを探すところから始まる。うん。浅井さんは神様だから。本当にイエス・キリストみたいな人なんだよ。要は、キチガイだよね。本当の。本当のキチガイの善人が、要は神ってああいう人なんだよ。いいことしかしない。人のためにしか生きない。イエス・キリストでしょ？よ。俺は神だと思ってるよ。本当に今生きてるキリストみたいに見える。
トンコおはよう。本物だよ、あの人は。本物。人を批判しないようにできること。いや、人を批判するっていうか、人を批判するってことは、他人にしか関心がないのよ。でも本来って人のこと気にしてる時間なんか俺ないと思ってて、人のこと褒めるとか人を感心するって自分の人生生きてないんだよ。恋味はどつ。だから他人と過去は変えられないっていうのが俺の考え方で、他人にとやかく言ってる暇があったら自分と未来を変えようと思ってて、それは経験で分かってるの。そのね、さっき話したホームレスの話から今生活保護を抜けてるわけじゃん。スカレットありがとう、ハートありがとう、バーガーありがとう、風船5個ありがとう。だから俺は自分を変えていくことにしか関心がない。自分と未来だけは変えられると本気で思ってるから。俺はだから億万長者になりたいよ、配信で。それは誰かと比べてってわけじゃなくて、浅井さんの過去はすごいよ。配信で生活できてほんと恵まれてるよな。ほんと一握りだからな。でもまだまだ上に行きたい、ほんと。面白いね、人生ってね。事実は小説よりきなりっていう言葉は俺はほんとだと思ってるよ。俺の人生はその辺の小説より面白いよ。天国も地獄も、この世の中だよ。ちゃんともさんいらっしゃい。別れちゃいましたね。なんで、いやー、あんなに惨めな思いはもうしない方がいいよ。あんな辛くて惨めで、なんか全部を否定されたような気持ちになったから腐ったよ、正直俺は。だからやだよ、もう二度とあんな思いしたくないよ。そうだね、自分を信じてます。自分を信じれない奴が他人に信じてくれなんて言われない、言えないよ。俺は自分のことを信じてたよ。ジャイと仲間なんてできないよ。人様に信じてもらうことなんかできないよね。だから、自信持って言えるよ。未来は変えられるよ。それは本当にそう思ってる。未来は絶対に変えられる。時間はかかるかもしれないけど、3年4年下手したら10年かかるかもしれないけど、絶対に未来は変えられる。あ、久々来たんだ。ちゃんともいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。配信サイトがなかったら人生また使ってましたよね。まあ何かしらやってたろうね。 YouTube で動画投稿か、ブログ書くとか。まあ今インターネットが何でもできるから、なんかね、そう、なかったらとか、たらればって言うんだけど、何々だったらとか考えても意味なくて、確実なのは今こうやってやってる。今こうしてるリアルだけなんだよ。例えば捨て頃だな、勝ったら負けたら勇気出したらとか意味ない。負けは負けなんだよね。そう。結果っていうのは、今現在っていうのは、過去の俺の積み重ねだから、未来も今の俺の積み重ねだと思ってるから。だからたらればは俺は考えない、意味がない、今ここにあるすべてのものがリアルだから俺の、そしてそれは過去の俺が信じたものだから、宗教に強く興味を持ったのはホームレスの頃から。違う、子供の頃とエヴァンゲリオンが影響、子供の頃に神秘体験が多かったのと、あとそのおばあさんとかおじいさんとかすごいお年寄りに拝まれる子供だったんだよ。行動が全てだろうね。こうやって、あーって。振動みたいな子供だったの。で、霊感があったの。今はないよ。だから、その、神秘体験とかすごく多くて、ほんとブッダみたいだったんだよ。本当に子供の頃死ぬのが怖かったの。本当に怖かったの。で、その、親父とかもスピリチュアリストで、実は、その、俺のことすごい可愛がってくれて、なんか持ってたんだよ、俺は。で、そう、大人になるにつれそれがなくなっていったんだけど、エヴァンゲリオンとかにすごく惹かれたりとか、いろんな体験があって。で、その、俺は宗教大嫌いだったの。嘘つきだから。
宗教今でも嫌いなんだよ。嘘つきだから、信者騙して金引っ張ってるから。だけどその宗教の面白さっていうよりもね、ブッダの生き方、キリストの生き方に惹かれたの。本当の聖人の生き方。だから聖書に書いてあることもお経も信じてないの。俺は歴史書だと思って読むと面白いんだよね。和道って名前ハズレだと思うけどね俺、うん、行動は嘘つかない。行動すると必ず失敗か成功するんだよ。シンプルなんだよ。行動したら失敗か成功で、九十八九、十中八九か、十中八九失敗するんだよ、面白いことに。で、失敗して諦めるやつは成功二度としない。俺はしつこいよ、100回転んでもやるからね、成功するまで。だから経験値にしかなんない。そう、そうやって生きてきた。だから人よりも成功の数が多いんじゃなくて失敗の数が多い。黒歴史の塊なのね俺の人生は。でも誰よりも行動してきたよ。だから天才じゃない俺は。誰よりも失敗してきた男なの。浅井さん、まあ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 。いやでもマジでそうだよ。マイケル・ジョーダンが言うんだよ。お前らさ、って俺のシュートのね、得点率とかさ、シュート何本入ったばっかり記事に書いてるけど、お前らバカだろっつって。俺がなんでシュート入るか知ってるかって。俺がしたい話はシュートなんで入るかじゃねえんだよって。誰よりもシュート外して練習してきたんだよって。誰よりも入るに決まってんだろうって、ブチ切れたことがあるの、マイケル・ジョーダンが。記者に対して。もう俺がシュート入るの話なんかいいと。俺がいかにシュートを外してきたか。誰よりもシュートを打ってきて、誰よりも外したか。それを聞いてくれって、ブチ切れたの。俺はその時、あ、こいつ本物だなって。マイケル・ジョーダン俺と同じだわって。こいつ分かってるわって。俺と同じステージにマイケル・ジョーダンいるわって本気で思ったよ。こいつと共感できるって。諦めたら経験ではなくなる。だって諦めたらただの失敗じゃん。失敗して芋引いて逃げただけじゃん。諦めてんだもん。ただ失敗体験が残るだけじゃん。で、そっから逃げたら失敗するのが怖くなって行動できなくなるんだよ。俺は負け癖って呼んでんだけど、それを。嫌なの。失敗も諦めなかったら経験でしょ。だから俺はその成功するまで諦めたくないのね。自分が描いた理想から逃げたくないの。常に追いかけ続けたいの。夢の中で生きたいのね。夢中でやるってそういうことでしょ。そう、俺は今夢の中で生きてる。だから毎日が楽しい。毎日が充実しててキラキラしてて最高の人生。俺には俺しか生きれない。だからこの作品は俺の映画だから、俺のドキュメンタリーだから、俺の作品なの。俺が作り上げてる空間なので、リアルなの。一生懸命生きてきたの。俺は俺なりに。で、まだこのドラマは続いてるんですよ。そう。走ります。うん。できればみんなと一緒にね、これから末永く見てもらいたいよね。このフィルムを。俺監督、俺主演のこの映画を、みんなに最後までエンディングまで見届けてもらいたいよね。末永くどうか和道を愛してください。みんなにはみんなのフィルムがあるんだよ。俺には俺のフィルムがあるけど、負け癖はどうやったら抜けれますか。知らない。俺は負け癖が嫌なだけ。失敗なんて怖くない。誰よりも失敗してやろうと思ってる、うん、そうそう、過程が重要とかじゃなくて突っ走ることだよね。何回転んだっていいさだよ。ダイヤモンドね。何回転んだっていいさ、血の跡をたどり戻ればいいさ。
ダイヤモンド聞いて。バンプオブチキンのダイヤモンド。恥なんて全然恥さらしてなんぼだと思ってるよ。失敗を見てくれ。俺のこと笑えって。ルックミーだよ。ルックミー。全部見てほしい。全部見届けてほしいよ。失敗も成功も。恥も。笑顔も。俺は自分の価値観を誰かに植え付ける気なんか、ご利用する気なんか全然ないからさ。みんなにはみんなの人生があって、みんなが笑ってれば俺はそれでいい。うん。自分の人生しか責任を負えないから、誰かにアドバイスするような偉そうなことは言えないよ。自分の戒めとして言ってるだけ。毎日こうやって生きようっていう。ああ、家入一馬さん、どうなんだろう、わかんないけど、家入さん、好きな人が、よく放送見てる人、あと、なんだっけ、坂口恭平とか好きな人が結構リスナーさんで多いかもしんないけど、あんまり家入さんわかんないんだよね、俺。インターネットの人だよね。あと、上場企業を作った人だよね。坂口恭平は結構好きなんだけど、何が何でも達成したくなるような理由を見つける。理由はないよ。ワクワクするからだけ。だから、いつも言ってんだけど、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやるの。これ以外はやらないの。俺は。やらないんですよ。やらないの。これって結構辛いの。はっきりとノーって言わないといけない時があるから。俺はやりません。これ嫌われるんだよ、結構。俺の人生は取り返しがつかないから、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるためにだけ生まれてきたのが俺だから。あ、結構辛い。わからない人がいるから、それが。ノーっていうのは大変だよ、結構。なかなかね、なかなか伝わらない。でもまあ分かる人は分かるからいいかなと思って。俺はだからなんで世界を旅するかって、世界中を旅人として過ごすかっていうのは、俺は地球に住んでる感覚がない。アフリカはないと思ってるんだよ。だから俺がアフリカに行くまでアフリカはないから。ドラゴンクエストのマップと一緒よ。自分が進んだところ色がつくじゃん。だから俺世界はないと思ってるし、宇宙はないと思ってるの。行くまでわかんねえじゃん。で、Google 見たってわかんないんだよ。Google Earth 見たって。俺は自分で踏んだところ、地球に住んでるんだっていう実感を求めて旅をしてんの。あ、福島って本当にあるんだ。仙台ってあったわ。みたいな。あ、牛タンうめえな。とか。体験しか信じてない。だから世界中、本当にリスナーさんがいるのか会いに行ってるでしょ。で、リアトツも84人になったよ。84人は確かにいたんだよ。一人一人の笑顔を見たんだよ。それが俺にとっての真実だから。ブルーさんおはよう。究極のリアリストだから。一人一人と触れ合ってシェイクハンドして飯を食って抱き合ったんだよ。それが俺の人生よ。最高の人生だよ。俺はだからネットはリアルと対義語っていうの？なんか反対に使ってる人いるじゃん。ネットとバーチャルみたいな。あ、リアルとバーチャルみたいな。ネットに世界なんかない。俺にとってはツールだから。俺にとっては確かにリスナーさん一人一人、179人が向こう側にいるのを分かってるから。それを再確認していってんの。引っ越して見知らぬ土地で人脈、友達じゃなくて人脈を作りたい場合、俺は起業した時に名刺交換会を積極的に参加してたの。で、名刺切りまくったの。名刺作って。で、もう100枚とか1000枚とか集めた時に気づいたの。自分で名刺交換会やった方が効率いいわって。金も儲かるし、人脈もさらにできる。で、月1回名刺交換会開いて、で、儲けて、さらに全員と名刺交換をタダでやったの。
主催だからできるの。で、そうしていくうちに、人脈ができていった。だからまず最初は、その、仕掛けられる側に回って勉強して、いろんなセミナーとかも聞いて、名刺交換会も出席して、やり方学んで、で、逆に仕掛けないとこのまま終わると思ったの。要は名刺交換会で名刺配ってるやつ、うだつの上がらないやつばっかりなんだよ。見てたらわかるけど。そう。だから、で、名刺交換会を開いてるやつの方ができるんだよ、明らかに。だから仕掛けられる側じゃなくて仕掛ける側に回ったよ。そしたら人脈が無限に1ヶ月に1回ブワーって300人ぐらい名刺交換できるし、主催者側でこういういいビジネスありますよって言ったらバーって広まるんだよ。そう、信用が違う。カズおはよう。そう。だから仕掛けられるんじゃなくて仕掛ける側。だからリスナー嫌なの。仕掛けられるから。配信者にならないと。要はコンテンツホルダーにならないといけないし、なんだ、クラスター理論って言うんだけど、渦の中心にいる人のことをクラスターって言うの。俺はクラスターだ、コンテンツホルダーだって。まあ、席おはよう。まあ、新宿中央公園で放送するときは警備員さんに怒られる前に遊びに行きます。ブルーありがとう。うん。うん、そんな感じですね。じゃあ、そろそろエンディングに向かいたいと思います。皆さん、たくさんのコメントとアイテムと、ああ、暗黒ちゃんおはよう。うん、もうエンディングです。たくさんのフォローありがとうございます。Twitter、YouTube、Facebook、LINE、などなどチャンネル登録皆さんよろしくお願いします。本当にいつもありがとう。皆さんのおかげで人生が変わりました。それでは最後のアイテムタイムをやりたいと思います。4時間の放送をたくさん聞いてくれてありがとうございました。最後に面白かった人は、チップを投げてください。お疲れ様です。ありがとうございました。アイテムゼロ。アイテムゼロ。森久保さん、風船15個ありがとう。まさかのエンディングアイテムゼロか。お疲れい。まさかのアイテムゼロか。残念でーす。まさかのアイテムゼロ。うん。お疲れい。トップお疲れ。うん。顔欲しい。花火ありがとう。花火ありがとう、たっくん。花火ありがとう。ありがとうございます。アイテム、最終アイテムありがとう。ありがとう。みんなお疲れ。また明日ね。みんなお疲れ。ありがとう。ルーツ。ハート10個ありがとう。ハート10個ありがとう。もしもね、フォローまだの人。チクチクキノコさん、風船ありがとう。おはよう、お疲れ。すずちゃん、お疲れ。ありがとう。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。